接続中。もしもし。はいはい。ああ、今始まった。これ、音声はどうでしょうかねっていうか、もう本当にチャンネルが、ライブが乱立しちゃった感があるのかな。いや、僕の音がちゃんと言ってんな。どうだろう、これで皆さんの音声。あ、俺も聞きゃいいんか。かな大丈夫かな。いや、僕の音がちゃんと言ってんな。うん、おてちゃんの声はちゃんと言ってる。俺も聞きゃいいんか。ああ、大丈夫だ。じゃあ、こっちで共有してしまいましょう。何だったんでしょうね、このてっちゃんは。僕のサウンドブラスターがいけない。したので。いや、でもそういうこっちゃないよね。そういうこっちゃない？そういうこっちゃないよね。でも、もう今んとこ音声は大丈夫なんだよね。そう。いやー、なんなんでしょうね。いや、わからんけど。あ、そういうこともあんのか。あー、感度クリア。はい。というわけで、いけてますかね。皆さんもちゃんと。ああ、コメント、あ、リアル系っていうことで、ドンガメクリムゾンさん、悔しい、リアル系になって。あ、風呂から出てる。ちょっとその、松ばかりさんのそのコメントっていうか、チャットは受けたな。風呂から出ちゃったな、俺。あの、島田兵とかになったか。何島田兵って。え、まだやらせんぞみたいなやつ。誰よ。え、島田ビンの声に全員なってるあの兵隊。ああ、なるほど。一般兵、島田兵。そうそう、切り払いとかだ。踏み込みが浅いって。そう。直撃かーみたいなやつ。うん。歩けろ、ブブブブイ。いや、ロソロロボット。機械獣。AI やん。AI やん。機械獣とかの。まあ、そんなわけでね、始まってたんですけどって、さっきの、さっきのがだからあかんのよね。さっきのところにずっととどまり続けて始まらないなってなってる人を救い出す方法がないんですよね。ブタさんがツイッターでツイートして。でもそのツイッターを見ないと終わりやんね。うん。終わりやねんけど、なんか異変を感じてほしいと。異変？違う、だからいや、ここでは放送してないんだっていうのを今気づいてほしいみたいなところが。うん。ガクッと一気に見てくれてる人が減りましたからね。こんなん見ないってもう。ねえ、ほんま、お風呂に入ってるわ、もうめちゃめちゃやんけっていう話なんでしょうね。ほんとね。いや、だから一応宣伝だけするか、その。そう、宣伝してすん。すんませんって、うん、こっちに。こういう機器はね、なんか、ハブル続きのオンライン。こちらのチャンネルで放送になりました。モテラジと、はい、モテラシになってしまう。あ、モテラジチャンネルの方もと配信されてありがとうございます。秋伊藤さん、乗り換えてくださいって、うん、まあでも始まって10分とか20分とかやったから、まあ傷跡は浅いのかな。まあ浅いと思ってる上層部と現場で戦ってる人たちの差ですよね。まだ2000人ぐらいしか死んでないんでしょって全然みたいな。全然こっからこっから戦争はこっからだから、ね、うん、
なんだこいつのこのパワーはーみたいな手になって あってクリリみたいならんとね、うん、復活してた。こんばんは、2人とも聞こえてますよ。安倍の力がとうとうここまで。もう本当野党がしっかりしないからね。アジ将軍の手がねこちらまで回ってきてるみたいな話、うん、ですよね。あ、配信やってる嬉しい。金宮ソーダ割り片手に配置をしますってモンさん。あのモンさんが、あのモンさんが新八さんもね、また始まったばっかってことらしいなっていう、裕次郎の花山薫戦、そうそうそう、思い出すあれですよね。あんな嫌なこと言うキャラだったんだねって昔は。いやでもあのさ、崖から転げ落ちて身につけたタフネスだぜみたいな、うん、でもうわーチャンピオンだって言ってたじゃん自分で。ドッポの聖剣好き食らって鬼の反射神経持ってガーってやったら、うわーチャンピオンだって自分で。え、あのあれ、あの野生の連撃が止まってしまったねーみたいな、そう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 、でグーってなって客席にガーンってぶつかった時に、うわーチャンピオンだってとかね、クレハとおって、うん、身に覚えがありすぎるわって言ってた、うん、クレハじゃない説もあるからねもうすでに。あ、まあまあ扉バーンってやった時に誰もいなかった、そうそう誰もいなかったし関係ない説が、いや、あいつとあいつはまだ出てきてない。そう、最大のバトルキングぐらいの謎が。実はあの裕次郎とドアノブ力比べをやったやつは伏線バトルキング。あ、バトルキングがさ、はい、なんかコインとかビーンとかやってたじゃん、はい、あの時のバトルキングの強そう感いいよね。めちゃくちゃ血管バキバキで筋肉マッチョみたいな。え、それってあれじゃないの。あ、それ違うか。あれか、カモがネギショってやってきたぜ、へへって言ってた時のキリュウさんじゃないの。あれはキリュウさんか。バトルキング。怪物を超えた怪物やろ。うんうんうん。ありましたって、一応 LINE の、モテラジ LINE の方にも送っとくわ、もう念を。念を押してね。念を押してね。まあ、こうやって、まあ、滞りもなく始まったんですけど、本当にね。あ、こっちにも貼ってくれてる、もう、うん、滞りもなく始まったんですけど、まあてっちゃんと1ヶ月ぶりですよこれ、うん、しゃべんのって。でその間も気持ち配信とかやったんですけど、はい、てっちゃん1ヶ月間ずっと音沙汰なしやったじゃないですか、はい、交流もなかったしっていうことで、でその間僕はお気持ちはずっとまあ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 あの感じで吐き出してたんですけど、はい、てっちゃんの方っていうのはこう蛇口が止められた水道みたいなもんで、うん、岩石止められてたダムですよね、はい、いやてっちゃんそこはあの僕がダムって言ってからガンダムやから。はいはい、ごめんなさい、ガンダムですよね。台本が違う。先にセリフ言ってどうすんねん。あ、はい、素人です。ごめんなさい。で、あのガンダムっていうのはあのフリーダム、ガン&フリーダムでガンダムっていう。あのほれフリーダムガンダムっていたじゃん。いたあのガンダムシードに。お、主人公機。え、それってなんか意味なくない？意味なくないって俺初めて聞いたもん。フリーダムはガンを止めるからダム、ガンを止めるダムだからガンダムなんだろうなと思ったけど。ガンを止めるダムってやばいやろ。いやだからダムでせき止めるって。あの砂防ダムみたいなのあるけど砂を止めますみたいな。そうそう、だから土砂をガンを止めるダムガンダムって、え、なんかガンダムエースとかと漫画とかでやってなかったっけ、あのふくらはぎらへんで止めてるみたいなガンをガンダムの。
いや知らんけど あんのそんな、うん、新しい解釈ですね、うん、まあ、もともとガンボーイっていう機動戦士、はい、あ、そうだったの？ガンボーイっていう企画が、うん、名前をこうガンボーイはちょっとなーって言って、でガンダム、そのフリーダムとガンをかけようみたいな、そうでガンダムになったんですけど、うん、それがダムに、うん、フリーダムガンダム、あ、最終的にはストライクフリーダムガンダムになったからシューズさん、ドッポ今は竜金剛と戦ってるって一体どこで？あの、バキ道のことですかね。バキ道っていう人初めて聞いたけど、バキ道じゃなくて。え、バキ道、だからその、バキ道は宮本武蔵編としたら、うん。この辺はもうバキ道って呼ぶしかないでしょ。うん。だってバキ道、バキ道の次はバキ道って言っても話通じないじゃないですか。うん。だからバキ道っていうしか。もうあの今のやってるスクネ編とかっていうやつはバキ道でしょ、もう、うん、であのオロチ勝美のね手が勝手に動きましたみたいな、はい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 、で烈さんみたいな、うん、もうてっちゃん呼んでない感じ。いや呼んでるよ、あのあれでしょ、知らねえよこんな手の形って言って、うん、で勝手に手が動いて、うん、てめえ何考えてやがるって獅子丸が怒って、うん、ごめんこれから二人がかりだって言ってドロップキックやってあのか今までの勝美は何なの、あの片腕だからこそ片腕ドラゴンの話まで出してたのね、はい、意味ないじゃんもう二人でもそう2対1だからスタンドだからあ、シュードゥさん遊園地の話か竜金剛ってえ、そうなんだ。どっぽ出てきたんだ。俺、なんだっけ。ちゅうか、あの、どっちでも相撲と戦うのやめてほしい。遊園地は、はい、殺した再婚相手のお父さんの弟か兄がアメリカから来て、うん、主人公を戦ってるところまで読んでた。はい。いたよね。いや、僕ちゃんと呼んでない嘘、地下闘技場に比べたら遊園地なんか遊園地とてもとてもってなるよ、地下闘技場なんかだって勝美より勝美のお兄ちゃんの方が強かったんだもん。いやだからそのね、あのもともと出てきたキャラに、うん、実は実力がもっと上の兄がいたみたいな展開って漫画好きじゃないですか。好き、やめてほしい。え、バトルキングとか、あの実は三兄弟でさみたいな実はね、え、なんで主人公の名前ってシロって言うんだろうみたいなとこから、この原作者があの、自分が考えたストーリーのくせに謎を追うのやめてほしい。サブローもいるとジローも、そう、あってことは兄が3人ぐらいいるんじゃないのかって気づくのやめてほしい。それね、トリコもやってたからね。あ、そうなの。トリコも3兄弟で。でも別にその3兄弟って思い出すようなネタなくない？ない。あのケンシロウは、うん、ケンシロウだから、そう、霞ケンシロウやから、うん、ブロンソンと原哲夫が、え、もしかしたらこいつに兄3人ぐらい いるんじゃないって思い始めてしまったんよ。途中で、うん、あのデビルリバースぐらいでおお、結構後半だったな。だからデビルリバースの後にジャギ出てきたやん、うん、でジャギをこう倒したら、うん、よかったぜって、あのお前忘れたわけじゃあるまいなって、あの二人がいること、うん、でもここで死ねる俺は良かったかもなみたいなこと言ってたよね
うん、言ってたっけ？言ってないと思う。言ってない。よかったと。よかったと。あ、なんか地獄を見るみたいな話。そうそう。そんで、あの、ケンがその時ごくりってしてたじゃん。あの二人がみたいな。うん。あん時まではまだ時悪かったよね。だから。悪かった。そ、超絶あの二人の兄弟がめちゃくちゃ悪いっていう設定だったから。てか、あそこら辺から、うん、もう逆に北斗の拳あんま面白くないのかも。逆に？え、なんか、無双しないじゃん、ケンシロウは。え、でも衝撃じゃなかった、最初にあのアミバに、アタタタを止められた時とか。わかる。で、滝のあの、かばった後の傷があるとかね。あれどうやってつけたんだろうね。天才な。しかもあの記憶どっからっていう。うん。どっからなんだろうね、あれ謎だよね、ずっと。いや、だからもう人の人生のコピーにかけてはもう生まれついての天才としか言いようがないんじゃないの。うん、リサーチ力は半端じゃないんじゃないの。そりゃ奇跡の村になるわな。ああ、これね、食べたい梅さんも半間雄一郎はめちゃ強いね、なんでバキはユーザブローやないんっていうの。これもだから延々と言われてた話じゃないですか。うん、ユージローっていうからにはユーイチローいるんだろうみたいなんて。そう、あの読者が最初に騒いでたじゃないですか。はい、だからドアノブ合戦したもユーイチロー説があるって。死んでるよね。いや、霊で出てたやん、バキちゃんやって。しかもドレスは復活技だったじゃん、あれ。相手の体力直すみたいな。よくわからん技だった。あの、池田かなしが、さらにチャールズ・ブロンソンがテレビ CM で流行語にした、うん、マンダムからフリーダムのダムとかけてガンダム説がウィキペディアにって。そんな。あの、ハゲはすぐ嘘つくから、うん、もう何がほんまかわかんなくなるんですよね。うん、ハゲが全部悪いでいいじゃん。石腕という個性って。そうそう、石腕という個性、どこに行った。流行語めちゃ強い、絶対少ねより強い。少ねもう1年以上出てないんじゃないの。うん、列海王は異世界でリザードマンと戦っている。いいな、異世界で戦ってほしいな。まあそんなね、バキは、まあ、バキとか北斗の拳とか置いといて。なんで置いとくの。バキとか北斗の拳の話してるの一番楽しいんだけど、この世で。でもてっちゃんのほら、こう思いがあるじゃないですか。思い、例えばとある魔術のインデックス長すぎる説とか。ああ、あるね。うん、めっちゃ間空いたね、1ヶ月ぐらい。言ったよね、最初に1ヶ月空いたって。空いたね。でもね、はい、とある魔術の禁書目録が長すぎるんですよ。はい、見たことあります？アニメ。あのね、うん、ラノベとか。実はアニメは見たことある。はい、お、どこまで？でもね、一気見たみたいな。原作のラノベ読んだのね。あ、一巻読んだみたいな。まあ、一巻でまあ完結してますやん。そう、一巻で終わってるんだよね。そう、あの、一巻でまあまとまってますやん。なんかその、最後に変身してさっていう。だスレイヤーズみたいな感じだよね。スレイヤーズも一巻で終わってんのよ。え、そうなの。そう、最初のスレイヤーズで、うん、最強のシャブラニグドゥが出てくるのよ。この世界のなんかそのね、あのそれ以降はスレイヤーズは、はい、シャブラニグドゥがこの世界の魔王じゃん。ルビーアイもう多分最強なのね。その最強の分身が出てくんだよ。はいはい。でそれ以降はそのシャブラニグドゥより弱いやつと戦うから。外伝的な。外伝っていうか、なんかリナが使う魔法で、うん、あのこの世界を滅ぼしたいっていう魔族の意志があってリナを追い詰めるっていう話。だから切り札を出して、リナが切り札を出してそのコントロールを誤ったら、
世界崩壊するレベルの魔法がリナは使えるのね。うん、で、魔族の共通理念として、みんなで一緒に死にたいっていうのがあるのよ。そうそう。思わないで、思わないでほしいんだけど、思わないでほしいんだけど、だけど人間は生きたいじゃん、みんなで、なるべく。うんうん、だけど魔族はみんなでなるべく死にたいのよ。なるべく。なるべく。あの、個別、だったら個別で死ねって思うけど、自殺して。そうじゃないわけ。そうじゃない。みんなで一緒に死にたいわけ。魔族とかって生きがってても、うん。案外寂しがり屋。そうそう、案外寂しがり屋。魔族って精神体だから。あの世界では。あの、だから現実で肉体っていうのはあれ仮の姿なのね。ほうほうほう。で、それを使えるっていうのが、そのスレイヤーズの第一冊目で、はい、その、この世界の魔王を倒す魔法は、これしかないみたいな。だから結論が出るわけでしょ、一巻で。そう、一巻で。もう超絶魔法に実はリナを使えると。で、その超絶魔法で魔王を倒したんだけど、じゃあ使えるってことは他の魔族が、こいつ精神的に追い詰めたらこの魔法もう一回使うんちゃうみたいな。だからインデックスも、だからその、一巻目でそのインデックスっていう、言われるだけのこのオチを提示してなかった？してたしてた。あの、女の子が魔法使いに襲われてると、いきなり出てきた。うん、で、ここは学園都市って言って、今、あの、架空の世界だけど科学が発達してると。はい、すっげえ科学が発達してるところに魔術師とか、その魔法使いとかが来て、うん、で、実はこの女の子は何万冊もの、その禁書をずっと記録されてるみたいな。で、それを狙って魔法使いたちがね、知識を追われてるっていう女の子を助けるっていう話よね。で、その発動するわけじゃないですか。そう、女の子がセーフモードを発動して、この意味嫌われてるだけのこのね、見せつけて、うん、で、主人公っていうのは無能、無能、無能とされてたわけ。そう、無能力者って、この学園都市では、うん、いろんな超能力を発言するのに、うん、こいつはくそくだらない超能力一つも出ないと。うん。なんかしらの超能力があって、そのランク分けがされてて強さにって。うんうんうん。って中で、うん。ゼロはないやろっていう。そう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 。その、一番下ですらないみたいな。うん、無能力者。なんでいるのっていう存在としてバカにされたんですけど、うん。実は能力じゃないんじゃなくて、うん。能力を消す能力を持ってたから、その単体では何も起こらないのよね。うん、で、な さらにそのめちゃくちゃ運が悪いっていうのも、うん、運っていうこの何ていうかオカルト能力としましょうや、運っていうのはそれをも自分で消してたんや。そうそうそうそ そうだから不幸によく合うみたい。不幸に合うっていうのは実はその絶対無敵の科学の力も魔法の力も全部消してしまうっていう主人公の能力の片鱗やったのね、うん、っていうのが判明して最後に落ちるわけじゃないですか。はい、その力を使ってこのインデックスとこうインデックスを自分は止めれるという、うん、でもその反動でなんか記憶喪失なのやったっけ。そう、記憶喪失になるみたいなオチですよね。はい、その女の子を救うために記憶喪失になりますみたいな、うん、だけど記憶喪失っていうのを悟られないように、はい、頑張っていこうっていう、はい、だから一応だから一冊もしとある魔術のこの禁書目録のストーリーを知りたいって言ったら、うん、ラノベ一冊読めば一応は全部わかるんですよ、ね、全部わかるけど、うん、ラノベってこう人気があったら2巻以降っていうのが出ちゃうので、はい、まあその一旦終わった話がその後から展開して、うん、その続編的なところが、うん、100巻とかあるんでしたっけ。ね、50何巻あるまあだからその続きが50何巻続いてるってことですよね。だから53巻ありますね。はい。で、てっちゃんがそこで騒ぎ出したんですよ。うん。
長すぎるって。そうそうそう。しかも、その、俺らが最初に読んでたのは、はい。あの、旧約って言われてるから。なんだいや、旧約とある魔術のインデックスって。え、なんなんこの、新世界とかあんの？そうそうそう。次、新約が始まるんですよ。え、それは、なんか主人公が、あの、プリキュア的にこの代替わりしましたみたいな、そういうことなの？いや、あのね、主人公に同じ能力者みたいなのが出てくる。え？主人公に同じ能力者？主人公みたいな能力者がまた出てくるんですよ、うん、神里さん。神城じゃなくて神里さん。え、それはなんかそのブラックみたいな存在なの？まあだからあのアナザーみたいな、なんか。え、その世界には神城さんはいないの？いるいるいる。だから戦うわけ、一緒に。え、仲間？仲間だったり敵だったり、最初は敵。あ、敵か味方か同じ能力。神里、あの、勢力って言って、あっちも女の子がいっぱいいるわけ。何やねん、その勢力って何やねん。いや、だから、あの、あれよ。勢力って何やねん。春日の、ほれ、春日の小説でも、え、同じやつがいたみたいな話だったじゃん。え、あれ？ランダム。存在の、そう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 。だから似たようなやつが出てくるんだよ。上条さんたちと一緒みたいなやつらが。あ、別次元の。上条さんみたいな。上里さんが出てくる。上里さんが出てきて。そう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 。じゃ別次元のインデックスみたいなやつもいるってこと？まあ、インデックスはいないけど、なんか女の子はいっぱいいる。で、上条さんが今まで苦戦してきた敵を、一撃で消す。うんなんだこいつはみたいなのが新役。ああ。で、そういうのもいろいろ終わって、今、創役が始まってる。何その創って。創造の。あ、新役をも超えて今度は作り出す。そう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 。旧役と新役が終わったから、新しいストーリーが始まったの。だって第三次世界大戦で終わったからね、旧役は。第三次世界大戦まで行ったの？行ったんですよ。あの戦闘機とか飛ぶんですよ、めっちゃ。あの爆撃とか。いやだからこの話広げないでほしい。いや話広げまくってやばいわけよ、旧約の時点で。なるほど。で、これ以上はないだろって言ったら、うん、今度は新約で魔人とかが出てくるのよ。はい。で魔人とかって世界をなあの6億回ぐらい滅ぼせるぐらいの力があるんだけど。あの世界は1個やねんから、あの、1回でいいんじゃないでしょうか。だから、上条さんを絶望させるために、うん、何回も、お前はいらないねんっていう世界を作り出すわけ。はい、お前が、お前のせいで実はみんな不幸になってるとか。あ、それ、その、ほら、世界乗り換え系というか。そう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 。あの、ループものでありがちなオチっていうか、バタフライエフェクトじゃないですか。うん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 。俺が一番悪だったみたいな。そう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 。まあコナン君さえいなければね、連続殺人事件も。そう。でも上条さんは、はい、タフだから復活して倒したそいつ。ああ。で仲間にした。そう。タフやからそんだけ追い詰められても倒すだけに飽き足らず、うん、仲間にしちゃうの。そう、仲間にした。で、そしたら、あの許すの？許すどころか、あの、俺だけがお前の味方だって言って、あの、2対60億になったから。2対60億。恐ろしい。まだなんでその軽々しくね、うん、あの俺だけが仲間やとかそういうあの安請け合いというか、うん、なんていうか何の根拠もない強い言葉を言うんや。上条さん、うん、だそれをみんな探るのよ。探るのか。そうだから そういうののせいで実は上里さんが生まれたとか。あのね、思うんですけど、はい、この主人公ちょっと口がうますぎません？話術サイドなんで。あの上条さんはラノベでも、はい、アニメでも、
はい、あの本当に怖いのは右手の能力無効化じゃないんですよ、うん、喋りなんですよ。あのなんかあの人を丸め込むのがうまくないですか。うま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 、あの上条さんが喋ったら相手止まるからね、まず。ちょっと聞かずにはいられない。そう、聞かずにはいられなくて、そこから得られる効能は、はい、切れて落ち着かなくなる、うん、あとは悲しんで打ちひしがれる、うん、あと戦意喪失する、うん、で行き着く先は右手で殴られるっていう。あの冷静じゃいられなくなるんですよ、とにかくどんな相手でも。で殴られた後はなんかこう仲良くなったりとかしがち。2対60億になります。いやだから上条さんがでっかい男なのか、うん、うさんくさいやつなのかっていう。いやでっかいでっかい男ですよ。でっかいでっかい、あのこんなね主人公のメタ主人公みたいな展開はないよ。ほんとないか。だって熱膨張って知ってるかって。いやだから それもなんかね、あのもううまいこと丸め込まれた感がありますよ。だから上条さんを主人公として扱わなかったのは、うん、飛行機の機長だけですからね、あの小説で。それ以外は全員主人公として扱ってるのに、うん、だってこの飛行機でハイジャックがあって、君は高校生だろ、ただのって、座っておきなさいって、だけどじゃないからって、あのこの物語は知ってるかって。そう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 。あの貴重あの貴重だけはかたくなに上条さんはただの高校生として扱ったからね。あとラノベの登場人物ってあることを否定しましたね。否定したね。唯一の圧倒的現実見てただけかもね。あの上条さんが子供扱いだからね。池田カナシュ、ジャッジメントですのだけ知ってる。ジャッジメントですの。クロコ。富士見ファンタジア大賞に投稿すると時点で、一旦完結させてから連載が始まるので、一巻目が一番まとまりがち。あ、なるほど。ちょっとトイレ行ってクリアス人ってきます。はい。いや、でもね、これね、富士見ファンタジア大賞、インデックスってあれ、富士見ファンタジア大賞なのか。でもそれだけじゃないんですよね。ラノベって、おおむね、一巻で終わるようには大体できてますよね。二巻以降に続くって言って、一巻だけで終わったやつってそんなにない気がする。それかもう最初からあれか。何巻かまでは絶対出すみたいな契約で書き始めるとかでもない限りは、大体一巻で、ハルヒとかでもそうですよね、一巻で完結してますよね。で二巻以降はもう外伝というか続編というか、まあ大体のラナベ一巻さえ押さえとけば。はいはい、ただいま。何の話してました？いや、だから、もうラナベって何歩関数があろうとも、うん、2巻以降はともかくとして、うん、大体1巻で落ちてないラナベってあんまないよねっていう。確かにね、1巻が一番面白いからね。まあね、身も蓋もないこと言ったら。極道くん前向き。あ、乾杯。上条さんのセリフといえば、やっぱり、これですよ、はい。あの、ずっと待ち焦がれてたんだろ、こんな展開を。英雄がやってくるまでの罰なぎじゃねえ。主人公が登場するまでの時間稼ぎじゃねえ。他の何者でもなく。てめえのその手で立った人の女の子を助けてみせるって、誓ったんじゃねえのかよ。ずっと主人公になりたかったんだろ、絵本みてえに、映画みてえに、命をかけてたった一人の女の子を守る魔術師になりたかったんだろ。だったらそれは全然終わってねえ。始まってすらいねえ。ちょっとぐらい長いプロローグで絶望してんじゃねえよ。手を伸ばせば届くんだ。いい加減に始めようぜ、魔術師。このセリフがめちゃくちゃ響きますよね。まあ、どういう状態で誰に言ってるのかわからへんけど、全くわからないんですけど。あ、だから、インデックスが覚醒して、ずっとビームバーって打って。
あ、で、上條さんが右手で受け止めてるけども、限界が来るみたいな。ああ、はい。で、ほれ、炎使いの魔術師がいたじゃないですか。いましたね。うん。だから待ってたんだろ、こんな展開って。お前は脇役だ、ないからって。いやー、あの、だから、クライマックスでしょ、最初の。うん。うん、バミヤナマミさん、赤帽子レゾが一番強かったのか。うん。赤帽子でいいのこれ。そう。レゾが強かったですね、一番。だ上條さんの戦闘方法を見たんですけど、うん、バトル系ラノベなので戦闘シーンがあるのだが、この作品の戦闘は科学や魔法の力に頼りがちなので、それらを全て打ち消す幻想殺しは非常に強く、さら、うん、に二次元主人公屈指の身体というチートメーター設定、うん、っていうのは置いといて、敵に容赦なく浴びせる説教と作品のタイトルとか世界観を無視する科学も魔術も交差しない戦法を取るって交差しない戦法って何やねん。だから説教だろうな。ゆうりぎやさん、こんばんは。こんばんは。あれ、なんで、なんでとある魔術の禁書目録話になってんの。あら、僕はずっと語りたかったんですよ。最近パチンコにもなったし。あ、なったんや。うん。バジルさん、今来ましたって。お帰り。アキートさんが、これ、インデックス2期まで見たってアニメで。おお、2期まで。2期ってあれだよね、前方のベントだよね。アニメはどこまでやっ、アニメはアニメは旧、アニメは旧約までやりました。でアニメ見てないんだけど俺は、はい、あの、うん、最初の1期は見たんだけど2期3期見てないのね、うんうん、だけどそのめっちゃ端折ってるみたいで、あ、めちゃくちゃ評判悪い。ああ、だから盛り上がらなかったんは、だからなんでこんな失速したんみたいな、スレまで立つぐらい、まあ、昔人気作品として認知されてましたよね。うん、だけどもう今誰も話さんじゃん、とあると。だそれというのも、うん、原作が悪いんじゃなくて、うん、原作ファンはずっと呼んでるんやと。そうそうそう。でアニメが例えばあの学園都市の超能力者の第1位の、うん、第1位 VS 第2位の超絶バトルをなんかダイジェストだったらしいのよ、うん、ありえんだろみたいな。だから鬼滅の刃がこう爆発したのはアニメの出来が良かったみたいなこと言われるじゃないですか。はい。逆と、逆とアニメが足引っ張ったんだ。じゃあアニメが一切オリジナルストーリーやらなかったっていうのは偉いよね、鬼滅の刃は。ああ、いやいや、普通はやらんのじゃない。ドラゴンボールとかめっちゃやるやん。いや、あれはもう、もう論外、論外というか、なんかもう、なんかテレビやから知らないみたいなのあるじゃないですか、うん。あとね、1期から3期までの間に10年かかってるらしいね、普通に。あ、インデックスが？あの、だから10年、10年後に3期やったみたいな、1期の。なんでしょうね。じゃあ2期の時にもう人気なくなってて、もうアニメとか作ってられないよってなったんかな。なったみたい。とある魔術よりもとある科学の方がめっちゃ人気になったって。ほーん。だから外伝の方、外伝の方が面白いもんね。ミサカミコトやから。そう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 。だってさ、第1期は2008年から始まって、はい。で、第2期は2010年なのよ。うん。だから2年後じゃん。うん、で第3期2018年だよ。うわ、もうみんな忘れてるやろ。で今見たら、はい、結構アニメオリジナル色も強かったり、うん、尺の都合上カットされたシーンもいっぱいあるって書いてて、やっぱそれ外れるわってなるな。ああ、でもその作者を並行して、レールガンの方も書いてたってこと？レールガンの方はオリジナルだからね。え、あれって原作ないの？小説はなかったはず。あれ漫画とかだよ、アニメとか。え、じゃああれは世界観を勝手に他の人が借りてるだけなの？どうなんだろう、そこまでは詳しくないけど、ラノベはないのよ、とある科学のレールガンは。ないんや。ない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 。あれ漫画、漫画だから、だから、なんつうの、バキの花山薫のスカーフェイスみたいな感じ。
とか今の異世界転生ですか、ね、そう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 、それがアニメ化しましたみたいな話ですよね。うん、だからこっちはめちゃくちゃ人気になるなんかそれな、え、作者が悪いんですかみたいな感じ。うん、枝豆さんがインデックス見たことないけどパチンコにまでなって面白そうですねってパチンコまでなってるっていうことによって評価が高まるっていうのがまた面白いな、まあ、今年最後の大型判決って言われてるからパチンコでも。ユーリキヤさんがインデックスの作者の人即筆すぎるっていう、うん、すごいんですよ書くスピード。いやでもまあああいうエンタメ系でやっていく人ってね、筆早くなかったらやっていけないみたいなとこあるじゃないですか。はいはいはい、もう最低でも一月一冊みたいな一月一冊やばいよね。え、でもやっぱりああいう人らってブームになったような、一時期でもブームになった人らって、うん、例えばあの東野圭吾であるとか、うん、西尾維新とか、西尾維新であるとかって一月一冊ペースっていうのはそのずっと続けてる人っていうのはまあそんなにいないかどうかは知らんけど、うん、結構の間一月一冊ペースぐらいやってたよね。やってるはず、とにかく早いよね。よし、もう少なくとも言えんのがあの毎月一冊出すシリーズみたいのがあったんですよ、うん、ああいうのっていくつかの作家が達成してるから、うん、例えば西尾維新とかもあるし、あの、うんうんうん、刀語りシリーズみたいなやつあるじゃないですか、はい、あれってあのなんか講談社ボックスみたいなシリーズって毎月一冊なんですよ、はい、だから毎月一冊書き下ろしがあって、うん、それプラス他の小説も書いてたりとかするから、うん、ある期間は確実に一月一冊以上出してんのね。はいはいはい。しかも12巻以上続いてるやつとかあるから、うん、1年以上はそんなペースでやってたってことになるやん。うんうんうん。だからなんかエンタメ作家でやっていくんやったら少なくとも一月に一冊書くぐらいの自負はないとちょっと厳しいなみたいな。確かにね。で、インデックスの人が、どんなペースで巻を重ねてるのかよく知らんけど、はい、まあだからそれに関しては合格っていう。確かにすごい書くからねだからもうそれは食っていけるわっていう、うん、釜町一馬か、うんうんうん、ウィキペディア見たんですけど影響受けた作品言いますよ。はい。ターミネーターシリーズ、はい、ランボーシリーズ、はい、ダイハードシリーズの3作品を最も影響を受けた映画って。え、なんかちょっといい人みたいやだからいい人なんだって。あと科学とオカルトが交差する禁書目録の作品についてはXファイルから影響を受けたって。はい、なんか全部好きな作品ばっかりやん。うん、すごくいいよね。だって好きな三大映画がターミネーター、ランボー、ダイハードだよ。もうめちゃくちゃ趣味がいいとしか言いようがないでしょ。そこにあのプレデターも入ってたらよかったのに。まあ入ってるだろうな。こんなこターミネーターとランボとダイハード見てプレデターは別にっていう人いる？逆に。いや、あ、え、プレデター見たことないけど。もう逆に天才でしょ。多分見せたらとある魔術ちょっとプレデター編みたいになるよ。宇宙人来るよ。アキートさんが3期で22巻まで扱ってるみたい。うーん、で22巻なんかまず全然なんでしょう。旧約です。うん、旧約で第3次世界大戦が終わります。高岡慎太、子供寝かしつけて再参戦です。あ、お疲れ様です。 ありがとうございます。ありがたいですね、ほんとね。まさき圭さん、すごいな、ビジネスの香りがプンプンする続け方。まあビジネスというかもう、かまちさんの方は単純に書きたいから書くっていうペースの怖さがあるよね。まあビジネスなんですけど。
ユーリキヤさんがもしや行き当たりばったりではって思ってしまうって。結構ね、うん、俺は新訳まで読んで今総訳読んでないのないんですよ、うん、実は総訳が 2,3 巻出てるのかな、もう、うん、ちょっとお腹いっぱい、あの科学サイドがバカなんですよ、うん、魔法とか見てもええってなるの、魔法見た瞬間、うんうん、だからこれ言うほど交差しないのよね本当に。で科学サイドは科学サイドとしか戦わんからほぼ、うんうん、だからそれってもう作者があんまりこう考えれないみたいな感じなんですかね、その交差するのを。どうなんだろうね、だって魔法を見てもええってなるし、でも魔法側は科学サイドに超能力者がいるってもうみんな知ってるから、うん、そういう、この後に及んでもよく理解してないってことか。だから、だからオカルトでしょみたいな、魔法とかって何よみたいな、やめえやオカルト話って非科学的だろっていやお前らの超能力も全部非科学的じゃないですか。あれは科学によって発展してるんで、みんなあの自分だけの現実なんで、あの能力はそれが揺らいだら使えないんですよ、自分だけの現実が科学って言ってるオカルトやんけお前らっていう。そうそう、でも実際にその魔法使いとかがつららとか炎とか出すじゃないですか、氷の攻撃とか、はいはい、何もない空間か魔法あの炎がみたいな、なんだこれは超能力でもない、なんなんだみたいなことバカなのバカ、まあまあバカだから一方通行ってあの何でも跳ね返す能力だったんですよ、うん、学園都市最強の能力者と言われる1位の、うん、核爆発でも跳ね返すと何でも、理論上だから寝てる時も跳ね返すから絶対こいつ殺せないっていう設定なんだけど、うん、魔法使いが放った魔法は分かってなかったから跳ね返せなかったからねだから魔法が分かんないから跳ね返せないっていう赤ちゃんかよ、赤ちゃんあのねえ貞子とか出てくるリングとは大違いですよね。あっちは何、呪いサイドと科学サイドの戦い。そうそうそう、いやだからその呪いのビデオとは何だっていうところから入っていくじゃないですか。あ、そう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 、頭いいよ、ね、分析し始めるじゃないですか。そうそうそう、分析するの頭いいと思う。そう、仮に呪いがあるとしてみたいな、うん、じゃあなぜ VHS に録画されてるんだみたいな、うん、そうそうそう、あのこのパッパっていうのは瞬きなんじゃないかみたいな。そう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 、ああいうの続々来るじゃないですか、めっちゃ好きなんですよ俺。だけどとある魔術の方はバカだからまるで魔法だって思考停止して終わる。そう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 、そんなわけはないって人が手から炎なぞって言って、お前らガンガン出してるやろってだから言うたらそのリングっていう小説の醍醐味っていうのは、うん、今までそのオカルトはオカルトとしか戦わなかったじゃないですか、はい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 、霊媒師とか、うん、そういう、うん、ね、スーセイみたいな、はいはいはい、だけどオカルトと学者が交差するとき物語が始まるってやつ。そう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 、めちゃくちゃ面白いなみたいな、その科学的に分析しようとか、うん、あとなんかその普通の名探偵みたいに、うん、操作でなんとかしようみたいな。そう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 、この引き込みしたりとかして呪いの正体っていうか犯人っていうのは一体何なんだみたいな、うん、追い詰めていくところが これがあの一種格闘技戦の醍醐味みたいなところ、ね、あるよね、あるけど、とある魔術の方は、うん、その魔術サイドの幹部が、はい、学園都市を滅ぼしに2回も来るんですよ、違うやつが、うん、戦うのは上条さんとか他の魔術キャラだから、科学サイドのやつらは、うん、ええってなって終わるあのお願いだから、だからそこは学園都市最強の能力者のトップ5の誰かが出てきて、うん、なんかね、魔術 VS 科学みたいなのやってほしいじゃん超能力 VS みたいな、うんうんうん、やらんわけよ一生、しかも一生やらんわけよ、もう全部その上条さんに丸投げみたいな。
その間、科学サイドは科学サイド同士で戦ってて、うん、お願いだから死んでほしいって言ったら、本当に。仲は悪いのね。なんかね、暗部とかあんのね。ギャングとかがいいのよ。ヤクザとか。科学サイド同士の。うん、そいつらで一生戦ってる。魔法サイドは別に結束してんの？うん、してないんだけど、してない。だから宗教で宗派が違うんだけど、うん、学園都市っていうのが敵っていうのは共通なのよ、ほぼ。ああ。で、科学サイドはもう認識すらしてない。そう、科学サイドは魔法とかあったから、だからオカルトやめえやって。だから、なんか、幽霊見えるとか、星占いとか言ったら、ひそってされる。なるほど。ドニーダーコっぽいですねってた食べたい梅さんが。ドニーターゴ、ダーゴってあったみたいですよね。なるほど。そんなやつなんや。ユーリキアさんが、てっちゃんなんで全部見てんの？すごい！熱膨張、マジで笑ってしまう。マジで笑いましたからね、俺も。初めて公開収録、初めてじゃないか。2人で公開収録やった時にね、ベニズルで熱膨張の話しましたね。うん。熱膨張って最初からみんなに笑われてたの？うん、笑われてた。熱い話やけど実は笑えるみたいなことではなく、もう最初から 全力面白いみたいなっていうのをイベントで話してみんな笑ってくれた。なんだっけ、ダクトから熱湯を敵の拳銃にかけて流すっていう、うん、そしたら敵が撃てなくなったっていう。まあ、銃なんかも金属だからみたいな。そうそう、熱膨張って知ってるかって。なんか歪んでおかしくなっちまうわみたいな。あれ上條さんが言わんかったら撃てたからね。すぐ話術サイドの力借りたから。新八さんが何らかの賞を取った一作目が連載になるのでは、ブギーポップはそうでしたよって。ブギーポップまだ続いてるっていうね、前話して。でもブギーポップは笑わない、もう一作目で終わってるからね。そうなの？うん。あとは外伝あとは外伝、あの作者の方は外伝らしいですよ。あ、そうなんだ。結論は一作目ですって。おお。でブギーポップもね、僕もその最初のやつしか読んでないんですけど、一冊目しか、うんうん、あれはね、ちょっとね、面白さがあって、うん、宇宙人、そのプレデターみたいなやつが攻めてくるんですけど、うん、それに対抗するのがその霊的エネルギーっていうのも面白いよねっていう。あ、面白いね。宇宙人もまさかその地球に狩りみたいなことをしに来てよ、うん、霊と戦う羽目になるとは思ってなかったやろっていう、うん、なるほど、ちょっと面白いね。もう面白いじゃないですか、その時点で。面白い。間宮奈真美さん、一発ネタというかギミック主体になりがちだからかな。ゆずぽんさん、とある科学もラノベ、アニメしか知らないけど。あ、だからこれはさっきせっちゃんが言ったあのなんかラノベはないっぽいみたいな。うん。で、リュウさん、ブタオさん、鬼滅見ましょうよ。アマプラで見れますし。って。あ、そうなんだ。いや、漫画読んだ方がいいっすよ、漫画。サクッと読めるんで。いや、だから、同じ鬼滅の刃に触れるんやったら、うん、やっぱり単行本の方がいいですよね。いい。その、アニメとかで知りたくなるわっていう。結構ね、うん。彼岸島と相性がいいから。彼岸島と相性いいってよくないやろ、それ。よくないっていうのは、その彼岸島と相性がいいことがよくないやろ。いや、だってもうめっちゃコラができてるんで。彼岸島と相性がいいって褒め言葉じゃないもんね。そうなんだよね。まあでもね、バキっぽいし、後半は。うん。なんかちょっと面白いよ、本当に。ああ。いや、だからそのね、パーって、ネットフリックスとかアマプラとかでアニメ欄を見るじゃないですか。はい。で、こんな僕もまあたまにアニメ見てみようかなみたいな気にはなるんですけど、うん、で実際最近も見てたんですけど、はい、まず条件があって、うん、
原作こうパッとこれなんかちょっとどんなんやろうって思って見たときに、はい、説明になんかそのヤングジャンプ誌で好評連載中のみたいなこと書いてたら、うん、もう外すんすよ。なぜ？いやだからあのアニメ化作品はあんまり好きじゃないから。なるほど。それやったらもう単行本、同じその作品が興味あるんやったら、うん、単行本で読みたいわって思うから。っていうかしかも興味があって見てないし、それ、はいはいはい、アニメとして面白いかなと思って見てるとき、見ようと思ってアニメ欄探してんのに、うん、もうなんかそのよっぽど定評のあるアニメ監督が作りましたね。だからそのジャリンコチエの劇場版みたいなあんな感じの、はい、とかね、なんでさ、ハウルの動く城みたいな。まあまあ何でもいいんですけど。ハウルの動く城はなんか急に飛ぶな。とか、思い出ポロポロとか、何でもいいんですけど、うんうんうん、原作はあるんですけど、まあもうそのアニメ感とかすごいじゃないですか。はい。押井守の広角機動隊とかでもいいですよ。うん。まあそこクラスになったらちょっと見ようかなとかって思わんでもないけど、うん。単になんかその、まあ、後にその監督がすごかったみたいなのあるのかもしれないけど、うん、とりあえずなんかバーってこう探してるときに原作ありってなったらもうちょっとなえる自分がいますね。あ、どこか行ったと。うん。じゃあアニメ選ぶ見る基準としてはまずオリジナルみたいな。オリジナル、アニメオリジナルじゃないとっていうと、ちょっと触手が伸びないなっていう、うん、のがあって、だからそのこれ原作ものやけどアニメの方がその原作別に読まなくてもよくてアニメの方が絶対面白いですよみたいなのがあったらとか、その原作もアニメもどっちもいいですよとかでもいいけど、うん、むちゃくちゃ誰かにプッシュされたら見るかもしれへんけど、うん、こう自分でこうバーってブラウズしてこう どれか一丁見てみるかっていうのやったらオリジナル作品の方が良さそうやなって思ってしまう。なるほど。アーキートさん、私も科学の方が好きです、アニメって。インデックスなんか見てられるかと。いや、ほんとほんと。うん、アニメに関してはね。うん。ゆずぽんさんが黒子、声ももいいよねって。黒子とは、黒子、とある科学でも魔術でも出てくる、はい、その三坂美琴につきまとう黒子って女の子がいるんですけど。なぜつきまとう？お姉様だから。ほう。ちょっとユリっぽい女の子なんですよ。ほう。でお姉様って言って声がいいんですよ。お姉様黒子感激ですわって。いや、むちゃくちゃブサイク声や。ちょっとねダミ声がいいのよ。へえ。人気キャラやと。人気キャラ、俺もめっちゃ好き。ほう。なるほどな。うん。コメントはいただいてます。あ、池田かなしが1日原稿用紙70枚伝説とかありますよね。すごいな。400字詰め原稿用紙70枚やから、あ、だいたい、ま、1日70枚かけないとら2日でラノベぐらいの本やったら書き下ろせるっていうことかな。うん、70枚やと150枚ぐらい書いたらラノベ1冊分ぐらいにはなるんやったっけ。サンフランチェンスコさん、時代小説の佐伯康秀をめっちゃ量産してますよね。そんな量産してたんや。初めて知った。時代小説、俺のおじいちゃんも時代小説めっちゃ好きだったな。なんかめっちゃ持ってた。池波正太郎とかでもそうやけど、うん、関数がなんか多い
みたいな印象はありますよね、時代小説って。そうそう、なんとかシリーズがあるよね。うん、時代小説。まあ、それとは別に、なんかあの、西村京太郎とか、うん、あの、や休み、じゃあ、三見安彦やったっけ？わからない。三見安彦じゃなくて、なんかいません、あの、西村京太郎と二大時代小説作家がいるの？あのいっぱいいっぱい書いてるっていう。三見なんとかシリーズみたいな。あるわけね。ある、あの、あんのよ。あんのよ。こんなもんな。適当か、本当に。まあ、あるわけよね。そう、二大時代小説シリーズが。うんうん、もう時代小説オタなら、まあ、もう読み飽きたよっていうような。三見安彦三見安彦シリーズ三見安彦シリーズだったっけ、なんか誰よ誰よ、三見。もう めちゃくちゃ、今、めちゃくちゃ言ってますね。はい。サンフランシスコさん、はい、エクスペンダブルズ見たら鼻血出るぞって。ああ、見てるでしょうね、かまちさんならもう鼻血出して。ゆずぽんさんが一方通行アクセラレーターですねって。そう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 。超能力者の第1位の名前が一方通行なんですよ。アクセラレーターっていう、めっちゃ弱いんですけどね弱い、いや、あいつが勝ってるところほぼ見たことないっていうあ、じゃあ三見じゃない、浅井、あ、サンフランシスコの浅見光彦シリーズね。そう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 、浅見光彦三見光彦だったよそう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 、浅見光彦シリーズね。僕はあの人のやつって時代劇じゃないやん。いや、それはだから探偵ものね。ああ、うん、サンフランシスコさんが十分に発達した科学技術は魔法と目分けがつかないという。そうですね。というか十分に発達した魔法は科学と目分けがつかないですからね。で、リュウさんが今電子版一気読み中、漫画も確かに面白いっすよって、なんか鬼滅よ、鬼滅。アニメを進めたけど、うん、漫画も認めざるを得ない感じになってますよね、うんうんうん、リュウさんは。いや、でも大体漫画も面白いじゃなくて、うん、世の中の9割の原作ものアニメって単行本に負けるんですよ、うん、しょうがないよね、それは。しょうがない。アニメは、うん、あの、腐女子のためのもんだから。なんでやねん。え、だって、漫画も腐女子のものではいいでしょうか。あ、じゃあ、結局俺らのものはないんすよ、もう。ないのか。ないないない。ないんすよ。だから、見るなって、あの、おこぼれを読んで、おこぼれを見るみたいな。うん、ないないない。全部腐女子のもんなんで。いや、あの、ルパン三世とかにしても、うん、やっぱり漫画版を読んでしまうと、うん、アニメとかって物足りなくなってくんのね。俺漫画しか読んでないからねアニメマジで本当に1話も見たことないから。ゲゲゲの鬼太郎とかにしてもやっぱり、ゲゲゲの鬼太郎は、うん、漫画を愛者で読んだぐらいで、うん、あのアニメはほれ、ゆめこちゃんが出てくるやつ3期ね、あれがほれ、あのちっちゃい時の俺たち、俺の鬼太郎の世代だから、はい、あとは、あとはお父さんがビデオでなんか中古の買ってきた、うん、あの妖怪電車、妖怪汽車、幻の汽車、そうそうそう、あれ、あれが、あれがめっちゃ怖かった。いや、あの2期のやつ、あ、2期、あ、じゃなくて、あれか、てっちゃん言ってたやつは、あれか、あの前もそれで揉めたけど、うん、その映画じゃなくて、あの、テレビシリーズのやつがなんか入ってるビデオなんですよね。そう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 。あの、鬼太郎がなんか、ゆで、あの、なんつうの。か、劇場用に再編集された手のテレビのやつよね。じゃなくて、あの、なんか、きついやつ、なんかアニメで見て、なんか、鬼太郎がめっちゃ小さくなって。ゾンビになるやつね。わーって、あの、
全員があの吸血鬼になって、そうそうそう、で金の寺に鬼太郎入れてめっちゃみんなお湯かけるみたいな、蒸し焼きにするやつね。うんうんうん。で鬼太郎小さくなって、で父さんも力尽きて、あの幻の記者っていうのはあのこう思う親の気持ちで発言させた能力やから、うん、能力使い果たしちゃうんですよね。うん、なんかすごい悲しい思い出だった。悲しいよ。2期のやつね、絵が古いしね。だからドラゴンボールの悟空の声のやつでしょ。多分、わもう一回見ないといけないじゃん。うん。あ、池田かなしがまだ人気なかった頃に少年彼岸島だと思ってた、チーとか反吸血鬼とかって、これだから鬼滅の刃のことですよね。はい。だからその連載が始まって間もない頃は、うん、池田かなしは呼んで、あのジャンプでもジャンプがなんかあの彼岸島みたいな漫画載っけてるやんって思っちゃったってことやんね。彼岸島のジャンプ版が始まっとるやん、何これって思ったってことやね。アマルガムとか出てくるのね。出てくる出てくる。はあはあとか言ってんのね。言ってる。あ、言ってんねや。ちくしょうって。ちくしょうって。鮭おにぎりが好きだったんだって。心配するのはいくら人間が来ても俺がやっつけたるわみたいな、うん、そうそうそう、蹴散らしたるわみたいな、うんうん、大柄吸血鬼がいたりとか、そう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 。チャンディオ、俺がいる、早くスト5って。あ、画面にディオが映ってるんでね、今 YouTube の画面に。ナグモフさん、鬼滅のリンタキさん、ウロコダキさんだ、ウロコダキさん、うん、にパーンされる子ら面白いって。ああ、流行ってますね、ツイッターで。ゼンさん、あ、ライブだ、酒買ってきます、急いで買ってきてください、急いで急いで。リュウさんが、オリジナルで今おすすめアニメは機動戦士ビクトリーガンダムです。もういい、やめてビクトリーガンダムとかもういいよ。いや、でもね、あの今見たらもしかしたら面白いかもって思って、うん、あの見てた時ある、ある、見てたんですけど、うん、いつものあのハゲの尻滅裂武士が炸裂しまくってて、うん、やっぱり4話ぐらいできつくなってきましたね。だってあの最終目的が超能力者の子供集めて洗脳だからね。うん、エンジェルハイロー、そう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 、きついっすよね。あの当時見てもあんまりこうやっぱりちょっと不満が残ったんですよね、あの本放送で見てた時に、うん、で今見直して、で最初の方で結構まあもう一回50話近くあれ見ろっていうのもまあなかなか大変やな。いや、もう一度チャレンジしたら面白いとかあんのかな。そうかもしれん、逆に、うん、チャンディオがサマーソー、ブタオさんスト5して直そうって。あ、難病の話一切してないからね。ブタオさん、まあ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 、スト5ねしたら治るかもね。うん、アキートさん、てっちゃん黒子のマネうまい、元を知ってたら雰囲気伝わるねって、嬉しいですわ。あ、それ伝わってんねや。じゃあそう、伝わってるのですよね、たまって知ってる人からしたら、あ、そんな感じそんな感じってなってんのか。そうですわよ。悔しいな。悔しい。うん、悔しい。ゆうりきやさん、最近何のオリジナルアニメ見てるんですかって言われて、だから今最近ずっと見てたのが、うん、あのイクニ作品ですよ。イクニ作品？
うん、なんでイクニ作品って少女革命ウテナ古い古い古いサラザンマイ、まあまあまあ最近この3本を並行して見てたんですよ。ユリグマラシはユリグマラシはないんですよ。ないとはあのネットフリックス上にない。ああなるほど。あのアマゾンプライムビデオにもない。まあなるほどね。なんか D アニメストアにだけあるらしい。うんうんうん。でそのなんですかね、もう強行するならば、うん、D アニメストアとかってあのその手のやつにありがちな、うん、無料期間ってあるわけじゃないですか。うん、2週間だの1ヶ月だの。で それでなんかその会員入って無料で見たらいいやんって言うかもしれへんけど、うん、そこまで言う人ってね、うん、あそこまではって。そこまではね。なんか D アニメストアのなんかこう思うツボやん。はい、 D アニメストア、あめっちゃ意味嫌ってますからね豚尾さん。D アニメストアで病気になりましたみたいな。D アニメストアが今これ聞いてたら怒るよ。うん、ゆずぽんさん、チャット読まれるまでに10分以上かかるから これなんだっけとなってしまうのがちょっと残念。もう人気放送になってしまいましたね。あ、読まんほうがええかもしれんね。じゃそんなことやない。まさき K さん、確かにビクトリーガンダム今見るとタイムリーかも。どういうタイムリーなのか全く分からへんわ。タイムリーでも何でもなくて、もうカビの生えたアニメじゃないですか。いやだから国作品の話してよ。あー、いやーそれね、それさせる。うん、して。え、でもその前にジャッキー・チェンの映画の話するんじゃないの？いやいやいや、しないで。その前には武藤さん今イクニの話してたのに、なんで急に俺のジャッキー・チェンの映画になる？じゃあその前にちょっとあの氷入れてきますので、はい、てっちゃんつないどいて。はい、あ、そう、タヌカナシと一緒に写真を撮って沖縄に来てた時にタヌカナシとあの一緒に写真を撮る機会がありましてですね、タヌーとめっちゃ可愛かった。池田カナシタヌー知ってるっていいな。チャットね読まれるのにちょっとね、チャット読みつつ話すると遅れるぐらい人が参加してチャット書いてくれるっていうのは逆に嬉しいですけどね。豚尾さんが今日は何秒なんですよ。で何どれぐらい何秒かというと、もう治らないぐらい何秒らしくて、で全然笑い事じゃないぐらいきつい病気にかかっていたんですね、実は豚尾さん。でその病名というのも、体軸性脊髄関節炎難病患者。もうじっとしてると痛くなるらしいです、腰とかが。でずっと痛かったって言ってたんだけど、で最近なんかよく病院に行ってたみたいで、で検査したらもう難病認定で、もう無駄尾さんがまさかのね難病患者に体軸性脊髄関節炎になってしまったんですよ無駄尾さん。とてもかわいそうですよね。だから今日は無駄尾さんをみんなで励まそうという生放送です。はい、帰ってきました。はい、ブタオさんが難病にかかったっていう。そう、いや難病かかったんだよね。難病っていうのが判明したって。体軸性脊髄関節炎AXSPA。 うん、いやもう相当辛い病気だと。浅井光彦は114作まで出るのかって。インデックス負けましたね。負けてますね。まだグリーンサーガーがまだ勝ってるけど。
グインさんが130巻あるんですよ。どうします？しかも未完っていうね。はい。手足を使わずに書いてるとしか思えないでしょ、栗本薫先生。だから鎌地先生は栗本薫先生を目指してるのかって。目指してるな。目指してたか。いや、そのね、あの育二作品についてですよ。はい。いや、生原邦彦監督っつうのは、うん、いわゆるあの人、不良というレッテル貼られてる。違う、貼られてもいるんかもしれへんけど、うん、あの庵野監督が、あのエヴァンゲリオンの、うん、カオル君のモデルにしたんじゃないのかって噂されるぐらい、うん、庵野監督が信者の監督なんですよ。でも大好きだと。うん。エヴァンゲリオンを作りにあたって、そのイクニをメインスタッフとして迎えたいって、うん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 、言うぐらい惚れ込んでたんですよ。はい。もうあの初めて2人でなんかアニメのその関係者で温泉旅行みたいな行ったらしいんですけど、はい、それまでなんか あんまり面識なかったっぽくて、うん、初めてちゃんと話したらしいんですけど、うん、もう話し始めた瞬間から意気投合して、うん、もう温泉でも話すわ、その布団でも話すわみたいな、うんうんうん、もうずっとこう酒飲みながら話し続けて、もうこんなに話の合う人がいるのかってもう衝撃受けたぐらいの、はいはいはい。でセーラームーンの監督なんですよね、この人。アニメの監督らしいですね。そうで、そのセーラームーンのアニメが庵野監督すごい好きすぎて、うん、ヒロインの名前はあの日のレイから取ったりとか、うん、レイなんですね。綾波レイって、セーラーマーズのレイちゃんらしいんですよ、うん、とか、三石琴乃って言ってウサギちゃんの声の人を、うん、美里さんっていうあのヒロインの声にしてますやん、うん、ああいうのもセーラームーンリスペクトらしいんですけどね。なるほど、うん、それぐらいそのだからイクニをエヴァンゲリオンの制作手伝ってほしかったっていうのは、まあ、ビンビン伝わってきますよね。うんうんうん。うん、でも、手伝わなかったんですよ。手伝わなかった。うん。なんでかと言いますと、うん、その時にはもうすでにその、少女革命ウテナっていうアニメを撮ろう、作る準備が入ってたかららしいんですけどね。はいはい。少女革命ウテナっていうのは1997年のアニメなんですよ。うん。セーラームーン、あ、セーラームーンじゃない、あの、エヴァンゲリオンの後か。うん。放送されたのは。エヴァンゲリオンは95年ですもんね。うん。エヴァンゲリオンブームがあって、で、2年後ぐらいにその同じ、まあ、大阪で言ったらテレビ大阪なんですけど、はい、同じチャンネルで少女革命ウテナっていう、うんうんうん、結構周りのオタ見てたんですよ、うん、でその時はその文脈が分からなかったんで、はい、なんで少女革命ウテナをこうみんなちょっと大騒ぎして見てんのかなみたいな、うん、コミケも少女革命ウテナでしたし、うん、後で考えたらそりゃそうですよね。セーラームーンとかの監督の人がその満を持して
その原作がある漫画じゃなくてオリジナルのアニメを作るって言ったらみんな見たいですよね。見たいね。セーラームーンっぽい絵柄、少女漫画風の絵柄ではあるけど、うん、一体どんな内容なんやろうっていうか、そのもうタイトルからして意味わからんじゃないですか、うん、少女革命って。確かに。で多分みんな釘付けになって見てたと思うんですけど、うん、結局その伝わってくる話とか、あと僕も実際そのテレビ本放送の時に何回か 見たんですけど、はい、内容ちゃんと理解できなかったんですよ、うん、でこれはなんかよくわからないアニメやなって片付けてたのね、うんうんうん、で僕の中のその行くみたいな、それで終わってたっていう。そこでよくわかんないアニメ作る人だなみたいな。そう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 なんですよ、哲也さん。はい。で、2011年か。うん。2011年に、マールピングドラムっていうのが、この新作アニメの中にあって、うん。そん時も、こう、結構大騒ぎされたんですよ。うん。いろんな新作アニメあるじゃないですか、うん、そんな中でそのピングドラムこれは外せないなみたいなことをアニオタが言ってて、はい、何がどう外されへんねんと、うんうんうん、そのあまた今でもそうじゃないですか、その新作アニメって毎期毎期あるじゃないですか。ありますね。なんで外されへんのやこれがって、うん、ちょっとイラついた思う持ちで僕なんで一言通せと俺に話せない理由は何ぞやって言ったら、うん、あの生原監督やと、うん、え、あの少女革命ウテナの人って、うんうん、がもうだいぶんぶりテレビに帰ってきたと、うん、それまでもいろんな仕事してたかもしれへんけど、はい、テレビアニメのその総監督的なことは全然してなかったんで、うん、もう久々のしかもオリジナルストーリーでまたそのウテナみたいに、まあ、これ見逃せないやんみたいな、あそういう文脈ですかってなったんで、うん、僕もそのウテナの時はちょっとついていかへんかったけど、うん、んだけ言われるんやったらなんかあるに違いないと思って、はいはいはい、ピングドラムは第1話からその本放送が割とついてって見たんですね。はい。まあ、あ面白いってなったんですよ、それは。うん。ピングドラムは面白いと。うん。って思ってたらそっから4年越しぐらいにアニメ撮るようになって、うん。ゆりぐま嵐をすぐ。4年って僕の中ではなんかすぐなんですよ、それ。うん、一瞬。だって97年にウテナ取ってから11年までは飽きすぎじゃないですか。うん。それから考えたら4年、え、もう新しいの取ってんねやってなって、うん。2015年ですよね。はい。で、ああ、これも絶対、あのまあ、ピングドラムがあんだけ面白かったんやから、これもまあ、もう見ずとも分かるみたいな、あのブリーチ状態ですやん。うん。まあ面白いんでしょうと。はいはいはい。もうタイトルも面白いし。うん。ユリと熊嵐を混ぜるかっていう。一番混ぜてほしくないの混ぜたよね。うんうんうん。で、ああでもいつか見なあかんなーって、その時はそのもうテレビも家にないような状態やったんで。うん。もう全くそのリアルタイムで見るってなったら。必死こいでファイルとか逆さまなあかんか、DVD を借りるか買うかしないといけないみたいな話じゃないですか。はい。まあ、そこまでじゃないなと思って、うん、まあまあまあ見れる時に見たらいいやと思ってほったらかしてたら、うん、まさかそんな短いスパンでやると思わず、また4年後、2019年ですよ。はい。サラ三昧っていうのやってるらしいみたいな。うん。さらっとね。そう、さらっと始まっちゃってて。うん。
そのポスターみたいな1枚目あるじゃないですか。はい。もう見た瞬間もうこんなもん面白いでしょうみたいな。でもまあまあまあいつか見れたらいいなみたいな。うん。そこもだからリアルタイムで一生懸命追っかけるっていうのはまあテレビないからできないから。うん。まあしゃあないっちゃしゃあないんですけど。まあそのうちもう見よっかなぐらいに思ってて。うん。そのうちって今さっていうのが来た、この間、うん、だからそのネットフリックスで少女革命ウテナを見つけた瞬間に、はい、まあこれはもう少女革命ウテナの第1話から投資です、全39話を見る過程で、うん、ピングドラムを再度見直そうと思ったし、うん、ネットフリックスあるからね、はい、もうその一番新しいサラザンマイも全11話見ようじゃないかと、うん、この天地人揃いましたよね、あ揃ったね、うん、で少女革命ウテナをこう39話見た結論としてはもうむちゃくちゃ感動したんですけど、おうおうおう、あん時はだからまあ、あん時その当時今から、23年前の僕ですよ、はい、ちょっと想像してほしいんですけど、23年前のブタオさん、はい、なんとなく想像してほしいんですけど、うんうんうん、もう二十歳そこそこですよ、うん、もう20歳を過ぎてまだいくつも経ってないみたいな時期の僕、うん、エヴァンゲリオンを見てから2年しか経ってないような僕、はい、あれを1話から欠かさず全話見たととて、うん、多分理解できひんかったやろなって、やっぱおじになった今だからこそ分かるとあと時代背景、あの今の時代やったら結構分かりやすいんですよ、うん、でもあの時代にこれもう本当にきついなと、うん、うん、あの言うと多分2020年の今放映したとしても、はい、離脱するやつは離脱するやろなっていうきつさがある、きつさがある、それぐらいちょっと難しい話を散りばめているとウテナは、難しいというかだからその新しすぎる、未だに新しすぎる、うん、未だに、だってまずよ、うん、まずもう単純な話、うん、ヒロインがなんかそのインド系の黒人っていう時点でもうすごいやん、新しいね、あのメガネっ子の黒人なんですよ、うん、その学園の話よ、はい、少女革命ウテナっていうのは学園を舞台にした中学生たちの物語なんですけど、うん、その姫宮アンシーというのがヒロインね、うん、黒人なんですよ、うん、未だにあんまりなくない？いないね、なんかポケモンでほら黒人のヒロインがいたみたいなとこがあってあったじゃないですか、あったね、あったね、それぐらいだね、確かに あんま一般的じゃないですよね、うん、しかもメガネでしょ、メガネの黒人の子、イメミヤアンシ、うん、で主人公は、うん、天井ウテナっていう女の子なんですけど、ピンクの髪の毛の、うん、これはまあまあよくある感じというか、はい、別にとがったとこはないんですけど、うん、この話っていうのはどういうとこから始まっていくかって言いますと、はい、そのあるところに幼い女の子がいましたと、うん、お姫様ですよ、うん、でその子は両親を失ってしまうんですよ、悲しいね、で天涯孤独になって、うん、もう生きていけないわってなるんですよね、うん、でその時に旅の王子様がたまたまやってくるんですよ、うん、で君は本当にあの気高く強い女の子だと、うん、でどうかこれからもその気持ちは失わないでいておくれっ
って言われてキスをして慰めてくれるんですよ、うん、でもう一度その王子様に会えるかしらってなった時に、うん、この出会った記念にこの指輪をあげようと、はいはいはい、で君がもしこの今のまま気高くその美しい気持ちを持ち続けたら、うん、きっとこの指輪が僕たちを引き合わせてくれるだろうと、ほう、でそれでそのお姫様生きる勇気が生まれましたと、おとぎ話みたいですね、うん、でそのお姫様は、はい、王子様に憧れるあまり、うん、自分もまた王子様になったのですと、ほうほう、うん、本当にそれでいいのっていう、え、待ってるだけでいいのみたいな、いやだからその王子様に憧れるのはいいけど、うん、自分が王子様になっちゃっていいのっていう、うんうんうん、それは果たして正しいのかっていう、うん、っていうプロローグから始まるんですけど、はい、そのプロローグの通り天井打てなってっていうのは常にその男の子っぽい学ランみたいな制服を着て、うん、いわゆる不良っていうレッテル貼られてる、いわゆる貼られてるわけね、うん、キャーってうるせえな、まってそうそう、みんなからウテナ様って、うん、で周りから周りの女の子からキャーキャー言われてんのよ、うん、でそんな男勝りの天井ウテナが、うん、に対するヒロインが黒人の女の子姫宮アンシーなんですよ、はい、でもその時点でちょっとその配置がもう新しいじゃないですか、新しいですね、女の子セーラームーンとかでもそうでしょ、うん、セーラームーンっていう戦う女の子のヒーローというかそのヒロインの物語やったけど、うん、どうしたってそのタキシード仮面とか、うん、王子様がいてみたいな話やったじゃないですか、はい、でもウテナの場合はヒロインが救うのは、うん、黒人のお姫様なんですよ、うんうんうん、23年前にちょっと行き過ぎてません？もう設定がもうぶっ飛んでるからね、すでにお姫様とか王子とか、ああどうもそんなことがあったらしいけど、物語はその学園で始まって、うん、その最初の話が何なのかっていうのは伏せたまま進んでいくのね、うん、でそのウテナがある時にその学園の秘密を知ってしまうんですよ、はい、学園の生徒会っていうところが、うん、姫宮アンシーというその黒人の女の子をね、うん、エンゲージしてるって言って、エンゲージ？はい、エンゲージとはそのバラの王妃やったっけな、なんか、うん、その決闘で勝つと、うん、その姫宮アンシーを自分のその嫁というか姫というか、うんうんうん、言いなりにできるんだっていう、おで姫宮アンシーは私はそのデュエル決闘で勝った人のバラの花嫁ですからみたいなことを受け入れちゃってるんですよ、うん、でその理不尽な仕打ちにもずっと耐えてるみたいな風に見えんのね、うん、でそれを見てウテナっていうのはその姫宮アンシーっていうのが虐げられてると思ったんで、うん、助け出さなきゃと思って、うん、その決闘ゲームに参加するんですよ、デュエルっていう、なるほど、デュエリストたちの当然鉄球って、うんうん、でそのデュエルでとりあえず勝利するんです、最初に、お生徒会のやつに、生徒会のやつに、うん、でその瞬間から私はあなたの花嫁ですからって言って、その姫宮アンシーが一緒に暮らすことになるっていう、ああデュエルに勝ったから、デュエルに勝ったから、
でそれ以降もたびたびその生徒会のメンバーからデュエルっていうのを申し込まれて、うん、負けるとそのアンシーが奪われてしまうので、うん、挑戦を受けて返り討ちにしていくんですよね、うんうんうん、でそのアンシーを守っていくんですけど、はい、果たして一体この世界観っていうのはどうなってるんだっていう、なんかすごい世界観だね急に、うん、その生徒会とか、その生徒会っていうのは世界の果てっていう存在からの命令を受けて、うん、そのデュエルゲームっていうのを行ってるんですけど、はい、その世界の果てとは一体何ぞやと、うん、そしてこのデュエルの目的はとか、うん、姫宮アンシーのそのバラの花嫁っていうのは一体何なんだって、うんうんうん、でそのバラの花嫁を最終的にずっと保持し続けたやつは最後にその世界を革命する力っていうのを手に入れれるらしいのよ、うん、その世界を革命する力とは一体 何なんだっていうのが39話をかけて描かれるっていう、なるほど話なんですけど、はい、これってね、その世界を革命するっていうキーワードって、いわゆるその例えば自分があの 誰かを好きになりたいとか、うん、とかほら今の自分のこの境遇が気に入らないみたいな、なんかその思春期だけじゃなくて、うん、おじとかおばでも持ってるようなその、ね、悩みみたいなのありますよね。ありますね。心の奥底で秘めてるなんか思いみたいな、うん、でそういうのをその登場人物一人一人毎回毎回誰かによって掘り起こされていくんですよ。はい。でそれを手に入れるためにはその自分の思い通りになるためには、うん、世界を革命した方がいいですねって諭されて、うん、そのデュエルの舞台に立つみたいなのがお決まりのパターンとしてあるんですけど、はい、これで分かるのがやっぱりその世界を革命するっていうその彼らの言ってるなんか欲求というかそういうのって要はあのあれですよね、自分の都合のいい世の中に変革してくれたらいいなみたいな、生徒会のやつらが、生徒会のやつらっていうかその個人個人が持ってる欲望みたいな、欲望みたいなやつって、うん、よくあるさっきまでてっちゃんが熱心な話でラノベじゃないですか。ああ確かに。ラノベで世界系とかそのアニメとかでもそうやけど、うん、世界系って言葉あるやん。ありますね。一時期流行った。例えば僕とてっちゃんだけの世界になったらいいみたいな。うん。これってこの世の中を全てこう、うん、自分の都合のいいように作り変えた世の中を理想とするみたいな、うん、その欲求から生まれてるわけでしょ世界系って、うんうんうん、でこのウテナの中にたびたび出てくる敵っていうのは、はい、敵っていうかまあ普段友達付き合いしてるやつなんですよ。あでも決闘ってなるわけね。でもお前は本心では、うん、あの子とこういう仲になりたいわけだろうみたいな、うん、しかしそれっていうのはその望みっていうのは叶えられずに来たから、うん、こう普段はこう仲良くいろんな人と交流を持ってても、うん、心の中ではちょっとドロドロしたものがあるわけよ、うん、なるほど。なんであの子は俺に振り向いてくれないんだろうみたいな、ああまあちょっとした欲望欲ね心の中にある、うん、そう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 、それをこう疲れた結論として、うん、
あの子とお前が例えば仲がいいみたいな世界を作り出す力が欲しくないかみたいな、うん、ってなったらグラッとなってその決闘ゲームに参加してしまうんですけど、うん、これで言ってる世界を革命する力っていうかその世界を革命しないといけませんねみたいなことをこう言われるのってその世界系のことなんやろなっていうのがちょっと暗示されてるのよね、うん、その悪の側の理論として、はいはいはい、なんかそれに対してなんでしょうねこの少女革命ウテナっていうのは主人公側っていうのはあれよねそういう都合のいい世界に変革しようみたいなやつと戦ってるみたいなポジションなんやろなって思う。で変革させないようにすると、まあ、それに毎回打ち勝ってそいつはやっぱり良くなかったんだなこれみたいになっていくねんけど、うんうん、最終的にその主人公というか主人公サイドそのヒロインとヒロインか、うん、ややこしいな。最終目標はその姫を救い出すことなんですけど、はい、パンって言ったらええんかな。最後の方で分かってくるわけですよ、本当の敵って誰なのかっていうのが。生徒会じゃない。あ、生徒会はその世界の果てっていうのに操られてるわけですよ。世界の果てっていうのとは何なのかみたいな、うん、で世界の果てって何なのかっていうのは最後の方で分かってくるのが、うん、実は世界の果てっていうのはヒロイン主人公ウテナが子供の頃に出会った王子様なんですよ。うん、だからやばいじゃん。ヒロインがめちゃくちゃ憧れてる存在が、うん、実は敵やったっていうのが分かるのが最後の方は、うんうん、王子様が敵やった、敵やったんですよね、うん、王子様っていうのはそのウテナと出会った時は良かったんかもしれへんけど、うん、やがて大人になって歪んだんですよ、うん、歪んでしまうのね。そう、歪んでしまうんですよ。もともと歪んだ因子があったのか何なのかっていうのは分からないんですけど、うん、最後でだからそのヒロインが戦うことになるのはその王子様それ自身なんですよね、うんうんうん、その王子様を打ち破らないといけないことになる、うん、実はそのウテナが出会った姫宮アンシーというバラの花嫁を抑圧してたのは王子様やったんですよ。王子様かつ、うん、そのアンシーの実の兄やったんですよ、うん、アンシーの兄しかも、はい、アンシーの兄がそのアンシーを餌にして、うん、いろんなその中学生の心をもてあそんでたのね、うん、難しい話だ。そう、難しい話。全然意味がわからない。いや、だからね。うん。なんでしょうね。何と戦ってたかっていうか、うん、何と戦ってたんだろうね。何と戦ってたかって言ったら、うん、多分その何かを規定する世界と戦ってたやろうな。で頑張ったと。ウテナっていうの。ウテナは。
あのこの姫っていうのは全世界の欲望にさらされてるんですよ。もう姫取り合戦なのね。そう、めっちゃモテるやん。いやもうめちゃくちゃモテる要素しかないんですよ。豚尾さんももうデュエルしたいぐらい、うんって思うのかもしれないけど、うん、つまり姫宮アンシーっていうのは自分の主張がないんですよ。あ、意思がないわけね。あのデュエルに勝ったあなたの言う通りにしますみたいな。あ、レイの妹みたいな最初の。あ、そうだね。何でもしますって。うん。新しいご主人様ですかってやつ。うん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 。あの動物と。動物が好きで自我がないわけね。バラを育てるしか脳がなくて、うん、あの何言われてもえへって笑ってるだけっていう、うん、あの強い言葉は一切発しない、うん、でそのデュエルに勝った人にはもうめちゃくちゃ従順、うん、でずっとあのいろんな世話とかしてくれる、うん、まあ料理とかは壊滅的に下手くそなんですけど、うん、まあいわゆるあの運動神経とかはなくて、はい、まあただただなんていうかおとなしいみたいな。その女の子のアンシー、アンシーだっけ、うん、そう、アンシーの自我が革命するまでアテナ頑張るみたいな話か、うん、なんでわかったん。いやいや、わかんないけど。いや、だから、本当に革命するのはあんただよってことで、アンシーのストーリーが最後に始まるのかな、みたいな。まあ、めちゃくちゃ正解ですね。めちゃくちゃ正解。てっちゃんめちゃくちゃ正解やねんけど。うん。まあ、見てないから、その、すっ飛ばしたか意味ないんだけど、別に。あの、言うたら、うん。ウテナは決闘に勝って、うん、アンシーを救い出したと思ったのね、うんうんうん、で勝負を挑まれるたびに返り討ちにして、うん、アンシーを守り続けてるって自分は思うわけよ、はいはいはい、でもある時生徒会長に中あの序盤の第一クールの第一クールの佳境ぐらいで、うん、ま、一回負けんのよ。ああ、なるほど。でずっと守り続けてきたのに、うん、負けちゃってまた奪われちゃうわけじゃないですか、向こう側に、はい、連れてかれるってなった時に、うん、あの君を守れなかったごめんってなるんですけど、うんうん、今までずっと一緒に暮らしてきたそのアンシーが、うん、天井さんごきげんようって言って向こうに、うん、私はこれからこちらの方のあのバラの花嫁なのでって、もうなんかエロ漫画で見た M 女みたいなやつね。そう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 、え、あのつまり、うん、普通のデートプレイ面白かったってやつでしょ。そうそうそう、あのてっちゃん大好きな、うん、あのこれもう飽きましたわ、飽きましたわって、次はっていう、うん、つまりあのウテナはその姫宮アンシーを解放しようとして、うん、武力で勝ってその相手がだからそのね、デュエルで勝ったから好きなようにしてるっていうのに対して、うん、デュエルで勝ち返してその自分の好きなようにできる権利を得たわけじゃないですか、はい、それをもってその姫宮アンシーを解放したって思ったけど、うん、それっていうのは自分がその姫宮アンシーを好きなようにできる権利を得たに過ぎなかったんですよ。なるほど。だから解放したって思いたかったら、うん、姫宮アンシーってそのように振る舞うじゃないですか、うん、それじゃ意味ないんだよっていう、うんうん、確かにね、まあ、姫宮アンシーはその権力を持っ
った側になんぼでもなびく自我のない怖さがあるのね。そうで、それそんなやつが好きな自分の怖さもあるわけね。ある。うん、分かってきた。なんかなかなか深いじゃん。だとしたら、うん、まあ言ったらその誰にでもなびくくせに、うん、姫宮安氏っていうのはその自分の殻から一歩も中に人を入れないわけじゃないですか。はいはいはい。としたらそんなその人の殻を打ち破る方法ってあんのかっていうのを求めて39話まで行く、うん、なるほど。本当の敵とかじゃないわけね。アンシーの物語、アンシーを革命させる話だわけね。そうね。で最後に、うん、その世界を革命する力っていうのがあるとしたら、うんうん、それを他の人はその自分の都合のいい世界を作り出すために使いたいと思って狙うんですけど、その世界を革命する力っていうのは、うんうん、主人公は最後にたどり着くのはそのアンシーの本気を見てみたいっていう。ああ、本当のアンシーを見たいと。だから世界じゃなくて、うん、自分が変わるんだってことですよね。なるほど。よく言われるじゃないですか、あのなんかダメなやつほど、うん、世界を変える妄想ばっかりして、うん、でも自分一人は変わる方が簡単だろうみたいなアドバイスってあるじゃないですか。ああ、ありますね。あの世界を変えるっていうのは妄想であって、うん、変わるのは自分なんだみたいな、うん、ね、話。あのそれって逆に言ったら妄想っていうのは世界変える方が楽しいわけですよ、うん、だからそのラノベとかそういうのって世界系とかってもてはやされるわけじゃないですか、はい、それに対してその世界系で君と二人きりなんだとかじゃなく、うん、君が本心であの俺を選んでくれてもいいし、うん、じゃないとしてもなんかその君が自我を持ってくれよみたいなんて願うってなかなかその創作物ではなかったっすよね。ないね。なかなか辛い話だもんね。辛い辛いよね、それって。あ、その本音に触れたいとか、うん、その引きこもったその殻の中から出てきてくれみたいな、うん、その結果がどうなろうとも本当の意味で君を救いたいんだっていうことを言うとすらそうなっちゃうじゃないですか。はい。自分に都合のいい君じゃなくて、うん、心底から君の幸せを願ってるっていうのをウテナは体現したいがために39は戦うんですよね、きっと。ウテナ偉いな。だからその39話まで見た後にちょっと感動があるんでしょうな。うん。39話も長いね、また。そう、長い。サンクール。うん。うん。で、もう一つこれ、魅力ありまして、魅力っていうか、はい、まあ、この、イクニアニメって。うん。いわゆるバンクっていうのをむちゃくちゃうまく使うわけですよ。はい。たっちゃん、バンクってわかる？わかる。アニメのあの特定のシーンのことでしょ。そう。必殺技シーンとか、変身シーンみたいなやつ。あの、セーラームーンでいうところの。メイクアップでしょ。で、そう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 。あとはあれ、生存戦略のやつ。あ、そう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 。ウテナもウテナ本当にそのセーラームーンの場合で言ったらその毎回変身するシーンとかがそれにあたって、うん、そこって別に変わり映えしないじゃないですか。はい。そこのシーンをね、その同じシーンっていうのを巧みに何回も使うことによって、うん、めちゃくちゃその作まあ、まあ、あの制作上の都合の話なんですけど、はい、すんごいその節約してるわけじゃないですか、絵を、うん、言ったら
金かけずにアニメ作れると、うん、でもそれをやりすぎるともう全然毎回見どころないアニメになる恐れのあるもろはの剣ですよね、うんうん、ところがこの監督結構逆転の発想で、うん、そのバンクシーンをまず最初にもうめちゃくちゃ見どころのある動きにするわけですよ、はい、面白いでなおかつ例えばセーラームーンで言ったら後半にしか変身しないんですけど、うん、毎回どこにそれが出てくるから分かんないぐらいのあの挿入の仕方とか構成の仕方っていうのを毎回考えられてるんで、はいはいはい、飽きさせないようになってますね。いいですね、うん、でそのシーン自体が結構作り込まれてて音楽とかその動きとかが巧みなんで、うん、これってもともとそうであってほしいというかそうであるべきやったんですけど、うん、ほらなんかそのアニメのオープニングで出来のいいアニメのオープニングって何回も繰り返し見ちゃうじゃないですか。見ちゃうね、飛ばさんよね。そう飛ばさんでしょ、うん、でバンクシーンって本来何回も見たいものであるのが理想やったわけですよ、うん、言ったらあのアニメもう一回この音楽に合わせてこのシーンかっこいいよねみたいなのがあのあるべき姿やったのに、うん、いつの間にかなんかそのねえいつものうんざりするルーチンに出してたわけじゃないですか。はいはいはい、いやもう バンクシーンがトイレ行こうみたいな、うんうんうん、その原点に帰って本当にこの人偉い。だからあのピングドラムにしてもあの生存戦略のシーンとかをこう見たいみたいな気持ちにさせられるのって、うん、やっぱりそこを楽しいシーンにしてるからですよね、うん、意味のないあの時間稼ぎ尺稼ぎにはしてないってことですよね。はいはいはい、これ毎回その例えばデュエルに向かうところの階段を上がってウテナが上がっていくシーンとかってもうバンク中のバンクなんですけど、はい、そこにかかるそのねえあの絶対運命黙示録とか、うん、そういう曲がかかるんですけどもその決闘に至るまでのシーンとかっていうのが非常に盛り上がるんですよ、うん、もうどうしたって、うん、だから中毒性が異常に高いっていう、もうずっと見ちゃう見ちゃう飛ばさず。でもう一つポイントがその戦闘シーンとかってもう極力あっさりしてますよね。ああサクッと終わるわけね。サクッと終わる、サクッと、まあ、戦いがメインの話じゃないしね。ね、勝ったか負けたかだけ分かりゃいいやみたいな、うんうんうん、もうそのいつものテンプレ通りのなんかもうスパイダーマンのねレオパルドンが出てきてソートピッカーって相手一撃で殺すぐらいの勢いで、うん、いつもの必殺技で勝負決まるみたいな感じなんで、うん、まあだからそこにはそこはポイントじゃないねんなっていうのもすごいわかるし、うん、その戦闘シーンが別にあっさりしてるからって物語全体がとか作品のこの満足度って下がるわけじゃないってとこがまたすごい。もうベタもんべですやん。全然サラ三昧に話が続かないんだよ。もう2時間経とうっていうのはね。ちょっとだからあの少女革命ウテナで、うん、僕が迷いすぎましたね。ああ革命しちゃったっけね豚尾さんも。今まで自我がなかった豚尾さんが、うん、自我を手に入れたわけ。いや本当にねその。うん姫宮暗示っていうのはもう男性の欲望のはけ口のはけ口中のはけ口なんですよ。うん。都合のいい女だわけね。そう都合のいい女やねんけど、うん、ウテナも終盤で、うん、その敵の悪い王子に籠絡されちゃうのよ、うん、あのあれ車の上に乗ってる人そうそうそう何してんの。なんかそのシーンとか有名だよね。大鳥秋夫って言うねんけど、うん、その王子様の名前は、うん、秋夫かっていう秋夫かって言われる。はい
なんか結構あの王子やりそうだよね。ウテナが女にされるみたいな。でそうなのよ、うん、あのやっちゃうんでしょ。その当時そのアニメ見てた人はもう衝撃って、うん、そのウテナって女勝りの女の子じゃないですか。はい。でその女ダテラに姫を救おうとしてるわけじゃないですか、うん、なのにやっぱりその昔の思い出があるので、うん、王子に憧れてるっていうのもあるわけよね。惹かれてしまうわけです、どうしたってオスに。でその瞬間から、うん、あのメスにされてしまうんですよ。なんちゅう話書くか。そんなんその6時代とかのアニメでやるっていう、うん、で、うん、その姫宮アンシーもその王子兼兄に、うん、毎晩毎晩欲望の吐け口にされてんのね、うん、でその瞬間から姫宮アンシーの気持ちは、うん、そのウテナに対する軽蔑に変わるわけですよ。はあはあ、いやこんな僕のことどう思うって前から軽蔑しておりましたって。ああ前からって予告で言われてしまうっていう。予告でしかも、うん、ウテナ様、私はあなたをずっと軽蔑しておりましたよって。でもデュエルで勝てばもうこれもチャレになるんでしょ。そう怖っ。でも従ってやるフリーだけはしてやるって、うんうんうん、どうせ世界に何も期待してないから私はって。ああ世界ってこんなもんでしょ。うんうんうん、まるでおたさの姫みたいだな。あのそもそもウテナっていうのはその子供の時に、うん、両親を亡くした時に棺桶から出なくなっちゃったんですよ。うん、そう、これも非常に重要なことなんですけど、はい、お父さんとお母さんの眠る棺桶の横にもう一つ棺桶を置いて、うん、その中にその幼かった幼女のウテナが入っちゃったんですよ。すごい描写で出なくなっちゃって、うん、周りがどんだけ説得しても出なくなって、うん、でなぜ出なくなったかって言いますと、はい、人はどうせ死んじゃうんだから、うん、最初から棺桶に入ってても一緒でしょって。そんなこと20年前のアニメでやる？であの子は世界に絶望してしまったんだっていう、うん、世界を必要としなくなっちゃったって、うんうんうん、だからあの子を棺桶から出すためには、うん、永遠のものを誰かが見せてやらないとって、うん、でいいよ、誰もその幼きウテナに永遠のものっていうのを提示してやれないわけですやん、うん、だって永遠のものって何なのかっていうのがよく分かんないわけじゃないですか。はいはいはい。その幼きウテナがどうせ最後は死ぬんだったら、うん、棺桶の外の世界ないのかいらないって、うん、もうこのままここで朽ち果ててった方が早いっていう、うん、だって結論でしょって。もう面白くないよ子供だな本当に。パーンってビンタしたいな。いやでもお父さんもお母さんも亡くしてるんですよ。うん、その時に王子様が出てくるわけね。その秋代が幼き頃っていうか若かりし頃、王子様やった頃はまだ、うん、そのウテナに永遠を提示することができたんですよ、うん、それでウテナはその棺桶から出て世界を受け入れることを選んだんですよ、うん、ってほどの影響力のある人やから惚れるのはしょうがないですよね。でも実は悪の帝王だったわけね。でもその後その秋代は王子様、かつて王子様やったのに、うん、君がずっとその清らかであ あるならばもう一度会えるだろうって言ったのに、うん、自分自身が清らかじゃなくなってたんですよ。バイアグラとか道で売ってるようになってるわけね。そう、あの世界を自分の都合のいいように変えたいと願う側になってしまった。側になってしまって車とかを走らせて、うん、あの車のボンネットで裸になるような男になったんですよ。ああれね、あの有名なシーンね。そう、人を誘惑するときに、うん、秋岡に乗せていくんですよ、うん、
で世界の果てを見せてあげるよって言って、うん、ボンネットでトウってやって、うん、走ってる車でドヤ顔で裸で、うんうん、ドヤーって、うん、それでどんなやつも一発で洗脳されんのよ。そりゃされるわ、俺だってされるわ、そんなことされたらジュンってなるわ、俺でもメスになるもん。あの夜のハイウェイを、うん、スポーツカーで猛スピードで飛ばされて、うん、裸でドヤ顔されるとどんなやつも落ちるっていう。落ちるわなこれが世界の果てだって。落ちないのは何シーぐらいよ、自分がない。いや、その姫宮暗視を求めてるやつをも、うん、姫宮暗視を手に入れたいんであれば世界を革命するのが早いんではって、うんうん、誘惑すんのね、うん、なんかその監督によると大人の象徴らしいですよね、そのスポーツカーを走らす秋岡っていうのは、まあ、子供なんだろうな。そう、子供が車に詰め込まれたら、うん、なすすべがないっていう。説得は車だろうっていう。確かに。いやあ、これね、いや、いっぱい書いてもらって嬉しいですね。うん、ケンタロウさんが、てっちゃんお医者さんになって難病治してって。え？いや、無茶ぶりもどうあるやろこれ。うん。秋さんがピングドラムにハマってウテナを見ました。だからこれ僕と一緒ですよね、パターンが。うん、でウテナにハマりしたんでピングドラムを見なきゃと思って、うん、ピングドラムを見てたらサラ三昧を見なきゃってなったっていう、うんうんうん、まあだからそのお姫様を救うのはねえ、あの男の王子様じゃないといけないって誰が決めたのっていうテーマもあるし、うん、あの女の子は絶対王子様に屈服しないといけないのっていうテーマも含まれてるし、うん、変わるのは世界なのそれとも私なのっていうテーマも含まれてるし、うん、それはハマるっていうかジンと来る人はジンと来ますよね。歌もいいしね。そう、奥井雅美だしね。あの後期のエンディングがバーチャルスター発生学っていうやつあるんですけど、うん、疾走感がやばいですね。バーチャルスター、はい、てっちゃん腕の見た？見たことない。ないか、がっかり。は宇多さんですら最近見たんだよね。はい。なんで俺がっかりされてるの急に。びっくりした。マミアナマミさん、ウテナってお話全然覚えてないけど、お嬢様っぽい子が卵を産むみたいな話だけ覚えてる。そう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 。あのナナミっていう生徒会長の妹さんがいるんですけど、はい。この妹さんが出てくる回はギャグ回なんですよ。うん。で高飛車なお嬢様なんですけど、うん、ある朝ベッドで目覚めたらあの股間のところに卵が置いてたんですよ、はい、すごいすごい模様の、うん、で私が産んだのかもって思ってその卵を一生懸命育てるっていう話なんですよ。いい話やん。でも人に知られたら、うん、あのナナミさんって卵産むような人だったのって言われちゃうわって、そうみんなに軽蔑されるったらどうしようって思って必死に隠すみたいな、うんうんうん、そのお兄さんもちゅうかこのアニメに出てくる妹キャラって大体
兄が好きなんですよ。そういうところもアニメに反映されてるわけね。うん、世界観がそういうのがあって、結構そのブラコンな感じの子が多くて、うん、でその生徒会長のことめちゃくちゃ惚れてるんですけど、この妹って、うん、その日に限って、うん、生徒会長がたまにはあのこの兄弟で食事でもしようかみたいな感じで、うん、で食事して楽しいな、ナナミみたいな。やばいな、それ。楽しいなって。で、なぜこんなにこの幸せなのか分かるかって。うん、で、お兄さんはどうしてって聞いたら、うん、それはな、ナナミ、お前が卵など産むような女じゃないからだって。ドキーってなるわけね。ドキーってなって、あの余計言えないって。あの知られたらお兄様に捨てられる。捨てられるわな。ってなるって回でしたね、これは。なるほど、ちょっと面白いね。あ、池田かなさん、ウテナをちょこちょこ見てわからない感じはジョジョ第5部を飛ばしで読んでる時に似てるって。もう第5部飛ばしで読んだら何もわからないよね。もう第5部をあのジャンプ誌でね、うん、4,5 回に1回読んで今どうなってるかなとかって読んでも全然面白くないよね、きっと。いや面白くないよ。いや面白くないよ。、うん、いや、ゆずぽんさん、ピングドラムの良さわからん。ペンギン出てくるやつやんね。荻窪の町中華さんちゃんの看板を覚えてるって。あの結構ウテナに時間取られちゃったんで、うん、ピングドラムの良さを2分ぐらいで言うんですけど、いや次回にしようよ。サラ三昧もあと何秒も。今日ピングドラムで1時間は喋ってるからね。あ、ピングドラムじゃない、ウテナ。まあまあまあ、それぐらいの作品だったということでね。でも全39話よ。うん、1時間かかるぐらいになるよ。なるよなるよ、そうよ。でも本当はブタオさんの難病会だったんだけどね。本当はね。でもブタオさんもアニメ見る人なんだなって思った今日。え、見ない人だと思ってたの？いやいや、めちゃくちゃ見る人だと思ってたけど、ほらおじいになるとアニメ見なくなるじゃん。ええ、そうなの？そうなの。今おじがアニメで輝く時代じゃないの？いや、だからなんつうのかな、もうおじになると欲望がなくなっていくじゃん、どんどん。え、欲望の塊みたいなおじしか見ない。いや、だからそうなんだよ。そうなんだけど、当時は姫宮アンシーにめちゃくちゃ辛く当たるようなおじしか、そうそう、当時はアニメとかゲームとかが欲望の対象だったのに、うん、お金を手に入れてしまってから、うん、なんかもっと刺激的な欲望があるじゃん、見て。まあこの辺も次のラジオで話したいですね。このピングドラムの良さも次で話したいですよね。サラ三昧もね、さらっとね。マミアナマミさん、サラ三昧はショタしてて割とお話も分かりやすくてよかった。うんうんうん、そう、分かりやすさはありますよね。シュードゥさん、劇場版ウテナ見てほしい、びっくりするからって。いやー、この劇場版ウテナ見たいんですよね。見たい、めっちゃ見たい。めっちゃ見たいけど、あの姫宮アンシ別人なんですよね、なんかキャラクター見ると。まあまあ、続きじゃない、劇場版だけのオリジナルってやつ。そう、あのなんていうの、あのほら、ターミネーターのやり直しみたいな。ああ、リブート。リブート。え、なんかそのほら1時間半ぐらいやけど、うん、この劇場、あ、テレビ版とはほら設定が違う的な、ほら、うん、まあ劇場版、劇場版北斗の拳みたいな。ああ、騎馬大王とラオウが戦ったりするわけね。そう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 。いやー、あの、あ、リュウさん、黒人 V ガンって。
シャクティか。そう、シャクティ。いやだからそのトミナもいいとこはついてるんですよ。うん。つききれないだけで。ね、アキイトーさん、今更知りたい打てないいいですね。サンフランシンスコさん、清水記者の沖縄講演会の写真だ。俺も行ったよって。どこに？いや、ありがとうございます。あ、今、YouTube で画像いっぱい切り替えてたな。あ、なるほど。あ、チャンプさん、ウテナは決闘時の曲は毎回違って、毎回名曲でいい。なるほど。だから、もう、単純にその、音と動きのアニメとしても気持ちいいみたいなのが、この人の作品の特徴。まず、重要なとこですよね。うん、しかもそれを省エネで結構やってるっていうところが、もうその単純なアニメとして安いんですよ、うん、安いけどこの低予算でこう客を楽しませようとしてるみたいなところ着眼点で見たら、うん、もう感心しかない。感心しかない。え、よくぞここまで。まあだからあの安い材料であのうまいラーメン作りましたみたいな、うん、うん、あのようこんなあの、あ、だからあれよ、本村よ。ああ、一粒一粒。そうだからこ上等な、これがもてなしの心だってユーザーがどうやったやつね。そうあまりにも狂気すぎてもう1話で終わったっていう。そうよくそんなこと考えたねみたいな。で、本当に人をもてなしたいと思うのは米は一粒一粒取り分けよと。そうあれには東西新聞の人たちもうドン引きだったからね。うん、そうそうそう、そういうだから工夫、いや、どういう神経したらこんな工夫できるアニメ作家になるのかなっていうような、うん、もう絵が動かない。ほらてっちゃんでもまあ分かると思うけど、はい、テレビアニメって動かないじゃないですか。うん、動かないね。絵いっぱい描かれへんから。ディズニーぐらいよね、動くのっていっぱい。そう、あんなんできないじゃないですか絶対に。うん、ってなったらなんかもうね、バンクを対応したりとか、その極力動かずに顔のアップで済ませようとか、うん、もういろんななんかその安くなる、画面が安くなる工夫って、もうほっといてもいろんなテレビアニメってすると思うんですけど、うん、このイクニのアニメって、そのウテナもそうやけど、うん、常に動いてる感の演出っていうか、あの視聴者を退屈させない工夫がもうめっちゃあって、うん、で絵作り自体ももうそのね、単純な線にしたりとか、はいはいはい、ほんとその美術の段階から後で困らないようにめっちゃやってんなっていう。建物の模様とかを極力ね、ないようなデザインの建物にしてたりとかね、うん、そのデザインで生きてやってんのかなって見せかけるんですけど、はい、建物の奥に何もないかき割りみたいな建物になってたりとかして、うん、だって建物の後ろがいきなり空とかってありえないんですけど、うんうんうん、そんな絵になってるんですよ。なるほどね。でも それってなんかその木をてらってやってるように見えるけど、うん、実はアニメとして後で動かすときに困らないようにそういうデザインにしつつ生きてる感も出してるっていうのがもう見事だなって。そんなに褒める？そんなに褒めて久しぶりじゃん、ブタさん。褒めすぎじゃない？大丈夫？手のひら大丈夫？くるくるしない？あのもう育に信者になろうと思って。あ、そこまで？サンフランチンスコーさんのエンゲージと聞くと戦闘妖精雪風思い出す。戦闘妖精雪風って僕その原作しか読んだことないんですよね。原作中さ、またうん、だからこれアニメ版もあるあったと思うんですけど、アニメ版よく知らんのですよね。うん、
チキン南蛮を早く食べようってちゃんと言おうか。チキン南蛮は食べたよってしゃがんで待ってるって。新八さん、ウテナ知らないぜだけど、めちゃくちゃジェンダー論絡んでそうな内容ですね。新しすぎて今の感覚じゃないとわからなそう。そうそう、だから僕今見て本当に幸せでした。ほんとね、20年前に見てたらめっちゃボロクス言ってたんですね。もうこんなイキッとアニメどうでもええわとかって言ってた。なんかこういうの見てるアニメオタクがほらドヤってあ、わからんかって言うんでしょって、うん、ってこうやって言ってたかもしれんけど、今やったらわかるわかるぞってなる。まあ人は成長するからね。ねえ、ラピュタの文字が読めるムスカみたいになってますね。だからその後落ちるじゃん。チャンディオ ST さんがチキンナンバーのお店の女の子にちょっかい出すんだけど、サマソしていいだからそれだから姫を助けてください、うん、そうディオがアテナになって、ウテナがウテナ、そうドスコイドスコイドスコイのさねって、うん、あいうえいおさん、ウテナ懐かしい、絵は少女漫画だし演出は宝塚風で男子が茶の間で見るにはちょい恥ずかしかったまあわかるわかるわかる、でももうあの時もう僕も二十歳過ぎてたんで、うん、その恥ずかしさで見なかったわけじゃなくて、二十歳過ぎたアニメとか見ないからねいや見る見る、みんなめっちゃ見とった、こんなじマミアナマミさん、こんな時間に三つ子菩薩やめてほしい。あ、三つ子菩薩の画像出してたんすもうこれでみんなもうやばいですね。チャンディオ日常のオープニングは再生数で支援した。だからそのチャンディオが日常のオープニングを何回も見たいみたいな気持ちにさせるアニメと曲のシンクロ率のものを生国監督はめっちゃやるから好きって好きってなる。あ、ヤムヤムさんがディオ氏が日常の話をしておられる、新井圭一のシティのエリンギの着ぐるみの話で腹がよじれるほど笑った今日って。だから日常に関しては原作ものやのに、僕原作そんなに読まずにアニメだけ見てなんか面白いって言っちゃってますよね。うん、確かにね。あ、 FJ さん、褐色の主人公のナディアがありましたね。確かにナディアもあの時褐色の黒人ヒロインやのに受け入れられましたね、むちゃくちゃに。うん、結構チャレンジしてたな黒人主人公ね。ね、あのマミアナマミさん、男も落ちるからな秋岡もう男も落ちますからね秋岡。落ちちゃうな。アイアイウェイオさん、ウテナの声優さん早くいなくなって悲しかったなって、その僕見て気づいたんですよ、うん、そういえばこのウテナの声優さんって他どんなん出てるんやろうって思って見たら、うん、光の子の光とかいろいろやってたんですけど、そうそうそう、あのケロロ軍曹のあの男の子いましたね、うん、とかやってたんですけども亡くなってたんですよね。そうなんですよ。で僕もう死にそうになりましたね。悲しいよね。悲しくて今さら今さら惨敗っていうね。アイウェイオさん、狂言回しの影絵の女の子2人組とかあの演出はうまかった。そうそう、あの影絵少女って言って影絵の人が芝居するんですけど、うん、あれとかももう絵を描かない、アニメで輪郭だけ描けば影絵の人って作れるんで、うん、影絵だけ出てくるキャラクターってそういう意図がありますよね。なるほど、影絵で処理するってなるほどってそういうとこですよね。吉弘さん、アーサー物語にガメインとラグネルの話に近いものを感じるって。ラグネルってどんなやつやったかなっていう感じで、まあ、そろそろ終わっていきますかね。大丈夫なの？終わって大丈夫なの？どういうこと？もうもっと喋りたいことはない。俺のお父さんがお気持ちをせき止めてたけど、俺のお気持ち一個も言ってないっていう怖いよね。いやだからてっちゃんがあのジャッキーチェンの話する前にウテナの話したらっていう
私その前に病気の話してほしかったんだけど。あー、この画面がなんかラグネルの結婚っていうこのエピソードがあったわけね。あったんやな。あー確かに確かにこれは下敷きにしてるかもね。アーサー物語よ。うん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 。そらそらあのそらあれやもんね。ああいう王子様とお姫様の話するときにそういうあの元ネタをね探さないわけないもんな。うん。で結構その決め台詞が出てくるんです、生徒会の中の、はい、世界の殻を破らなければみたいな、うんうんうん、そのひなは死ぬみたいな、うん、そことかもヘルマン・ヘッセのデミアンから引用してたりとか結構あるもんね、そういう元ネタをいろいろ探るっていうか元ネタをちょっと入れて作るっていうのは物語作るときにはもう常套手段っすよね、うん、楽しそうな。まさきけいさんめっちゃ意識高い世界基準系いやいやいや、これを皮切りにそのピングドラムとかサラザンマイの話に発展していくので、うん、だからすごく楽しいっすよ。いいね、すごく。うん、あの、まあ、これのすごいところって言ったら、ピングドラム好きになりゃ、あの、サラザンマイも好きになるだろうし、うん、ウテナ見たらウテナで感動するやろうし、みたいな。うん、もうこの人の作品性というか、カラーやから、あの、押井守好きになるのと同じように気に入っちゃうでしょうね。絶対ね。絶対で、絶対運命目白く。うん。やし、あの、結構その舞台演出っぽい要素をアニメに取り込むんですよ、この人って。舞台っぽい展開多いんですよね。で、そのあたりって、押井守のアニメ、ご先祖様万々歳っていうのがありまして。はいはいはい。ご先祖様万々歳って、どういう売りの話かと言いますと、うん、あの舞台劇みたいなのをアニメでやろうっていう。また気狂ってるな。だからアニメってアニメじゃないですか、うん、なのに舞台装置とかあるんですよ、うん、だから舞台からねあのはけたりとか、あ、背景がちょっとかき割りっぽくなってたりとか。だからアニメなのに舞台ってどういうことみたいな。でもあのカメラ外からね、よ山寺歌うますぎみたいな、このああよみたいなのもあるわけね。そう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 、あの面白さがすごいあったんですけど、そのストーリーも面白いんですけど、そのアニメの演出として結構このやっぱり生国監督は押井守のその五千さんの万々歳を好きなアニメとして挙げてるので、うん、やっぱりその舞台演出みたいなのをアニメに取り込むっていうのに可能性感じたんでしょうね、うんうん、それどころかその庵野監督にも舞台とかを見に連れて行ったりとかして、うん、舞台に対する興味を植え付けたらしいんで、そこまで、はい、で一時期庵野監督もその舞台の演出をちょっとアニメに取り込んでみようみたいになってきましたね、うん、そのエヴァンゲリオン劇場版とかでも、うんうん、だから結局押井守とか好きでこの生国監督好きになったりとかするのももう運命だったんですね。運命まで言う、はい、申し訳ないけど、もう
めちゃくちゃ語るね。だっててっちゃんが止めへんかったらピングドラムのこと言い出しそうになってたもんね。さすがにでしょ、さすがに。明日か明後日か、コロナ配信一旦終わってブタオさんのお気持ちは今から始めるとか。いやもうてっちゃんに聞かせへんかったらもう意味ないから。意味ない、意味ない。そこまで言われるとちょっと嬉しいから、また次回にしましょう。一生話すんでこれ。お気持ちはまあ無限に言うとしても、うん、もうピングドームとサラ三昧に関しては、うん、てっちゃんに聞かしたい。あ、俺も聞きたいから、さらっと聞きたい。うん、じゃあどこに僕が惹かれたか。うん、そう、惹かれたかっていう。あと何秒の話。何秒まあ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 、そんな感じで、まあ無限になっちゃうから、無限配信になっちゃうから、ここでさらっと終わっときますか。うん、そうですね。あのチャンディオもしゃがんで待ってるらしいんで。じゃあこっから僕はスト5に切り替えますわじゃあ、皆さん聞いてくれてありがとうございます。はい、ありがとうございます。何分やりました？ですね、2時間しゃべってます。いや、2時間30分。あー、やりすぎ、やりすぎでしょ。1時間座りっぱなしは酒とタバコより悪いらしいんで。あのね、僕のその難病っていうのが一番、それ固まると、うん、固まると死ぬんですよ固定されてるわけね。なので動き回ってくださいね。なので豚尾さん、これ以上死に追いやりたくないので、今日はこの辺で終わりたいです。はい、さらっと終わりますね。はい、じゃあお疲れ様です。皆さんまたやりますんで聞いてください。コメントありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。